今回は3回目ですけど、教育基本法の話をしていただきます。私は子供がいないから教育のことよくわからないんですが、日本の教育はこの20年で大きく歪んだ最大のスタートが教育基本法の改悪だったんじゃないかと。安倍政権の第一次安倍政権の時ですね、まあ、先生はまだ文科省に来られましたね高橋哲也さんが国会前にずっと座り込んでいたのが、まあ、私の記憶にあります。今日はその辺のからお話をしていただきます。よろしくお願いします。私は38年間文部省文部科学省におりましたから、政府側、権力側、体制側ただやっぱり若い頃にやっぱりその反体制的な運動のこう、まあ、なんていうかちょっととばちみたいなものをして受けてたんですね。やっぱりこう完全に権力側になりきれないところがあってですねで、まあ、6年前には文部科学省を辞めてからは完全に反政府勢力になって、まあ、今日は教育基本法と日本の教育ということであったんですけども、これ頂戴したタイトルを私が考えたんじゃないんですけれども、副題として子どものための教育からお国のための教育へという副題がついていて、これは非常にもうぴったりの副題だと思うんですね。本当にそういう状況が含まれてきていると思います。まあ、レジュメを作りましたけども、これまあメモみたいなものなんですが、日本国憲法と教育基本法、1947年の教育基本法っていうのは、まあ、これはもう一体のものだとこう言っていいと思います。で、日本国憲法のうちその教育に関わる部分をよりこういう幅広く規定したものが教育基本法だったんだと、まあ、過去形で言わされないところがあるんですけども、まあ、ですから教育基本法は法律の形式は取っているけれども、その性質は準憲法的な性質を持っていると言われてきたわけですね。ただ1979年に私が文部省に入った時に、文部官僚たちが教育基本法を非常に大事にしていたかというと全然大事にしてなかったです。教育基本法はいずれは変えなきゃいかんもんだというような考え方は文部省の中にも相当強くありましたですね。まあ、この1947年の教育基本法というのは教育勅語に代わる教育の理念を定める、こういう趣旨で作られたわけです。まあ、その趣旨は1948年の6月の衆参の決議で、明らかになっております。1948年の6月に衆議院の決議で、これは憲法に違反する文書であるから排除するという決議が行われ、同じ日に、1948年の6月ですけれども、参議院では教育基本法が制定されたので執行したと、教育基本法が制定されたので、新たな教育の理念がそこで定められたので、教育勅語はそこで執行したという執行確認決議というのが行われているわけですね。で、教育基本法については、これは当時のまあ一流の知識人たちが集まってですね、作ったもの、教育刷新委員会というのがありましてですね、この教育刷新委員会というのはもともとはアメリカの教育使節団を受け入れる時の日本側の学者の委員会だったんですけど、それが発展的に内閣に置かれた教育刷新委員会になって、その教育刷新委員会がこの議題を作ったというのがこの教育1947年の教育基本法 で、その精神は特にその前文の部分に、まあ、非常にはっきりと表れております。ちょっと読んでますけど、我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は根本において教育の力に待つべきものである。我らは個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。ここに日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して新しい日本の教育の基本を確立するためこの法律を制定する。
まあ、あの最初のパラグラフはもうはっきりと日本国憲法を明示してですね、まあ、民主的な国、そして文化的な国家、これは文化的なっていうのはあのその意味の中には非軍事的っていう意味が入ってるんですよね。その文武と言いますけども、文で行くんだと、武では行かないんだと、こういう考え方があるんです。そしてこれは日本の国だけの話ではなくて、世界の平和と人類の福祉に貢献するんだという、そういうあの、まあ、グローバルな視野というのがそこに含まれている。でしかし、そういう理想は掲げたけれども、それは教育がしっかりしないと実現しないと。でそれはその根本によって教育の力に合わせべきものだというのは、あのまたそのそこに含まれている意味は、戦前戦中のような教育に戻ってはならんということですね。子どもたちを洗脳して、まあ、あの喜んでお国のために死ぬ、そういうあの奴隷的な精神を植え付けてしまった、こういうあの教育を復活させてはいけないという意味がここに含まれておりますね。で2番目のパラグラフにあの個人の尊厳という言葉が出てくるわけね。これは非常に大事な、日本国憲法を一番大事にしている価値観ですから、あ一人一人の人間が何よりも大切な、かけがえのない存在だっていうことであって、まあ、あの今日のニュースでもですね、あの福岡でしたか、地方裁判所 の同性婚についての違憲状態という判決が出ましたけどね。この中でもやはり24条が引用されてますけども、24条に個人の尊厳って言葉が出てくるんですね。まあ、同じ意味で13条には個人の尊重という言葉、個人として尊重されるという言葉が出てきますけれども、まあ、個人として一人一人が大切なものなんだという、この精神は日本国憲法全体を通じた一番大事な価値観だと思います。でこの日本国憲法にもの根本的な価値観である個人の尊厳というものはここにしっかり出てくるわけで、真理と平和を希求する人間の育成、まあ、真理というのはその間違ったことを信じ込まないということですね。教育っていうのはこのともすると間違ったことを教え込むっていう手段に使われてしまうわけですから、それは絶対しないぞということですね。で戦争に向かっていくようなそういう人間も作らない、その後の普遍的にして、しかも個性豊かなっていう、これはあの日本の文化というのは確かに日本の文化としての個性があるけれども、それは世界に通用する普遍性を持ってなきゃいけないってことだと思うんですよね。だから普遍的にして、しかも個性豊かな、ここが非常に大事で、まあ、あの伝統と文化、伝統と文化っていうことを口を開けば言うような人たちがいるわけですけど、その人たちが言っている伝統と文化っていうのは普遍性のないものがそこにものすごく含まれていてですね、まあ、日本型の家父長制みたいなものがそこに含まれていることが多いわけです。伝統的家族観などという人たちもですね、その伝統的家族観と言われているものは実は個人の尊厳とは相反するものであって普遍性を持たないということが多いわけですけども、ここで言っている文化というのは普遍性を持っている、しかし一方で個性もあると、まあ端的に言って日本語という言語は、まあ、非常にユニークな言語ですけれども、その日本語という言語のもとに作られた日本の文学というようなものはですね、非常に個性豊かなんだけれども、しかし一方で翻訳されれば世界の人がそれを楽しむことができる普遍性を持っているということですね。で最後にもう一度日本国憲法の精神にのっとりということをはっきりと言っているわけです。で、まあ、この日本国憲法と教育憲法とはもう切っても切れない関係にあるということは、日本国憲法の個人の尊厳、そこから導き出される、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義と、こういう原則のもとで、教育は行われるべきものなんだと、まあ、それがあのここで問われているわけですね。で、まあ、今日はその2006年の教育憲法の改正以後の話をお話しするんですけれども、そのまあ前史というようなものがありましてですね、教育憲法の改正っていうのは、まあ、我々から見るとあの改定とか改悪とかと言った方がいいんですけれども、この教育憲法の改正というのは、まあ、いわゆる右派の政治家たちは常に、まあ、その機会を狙っていたわけですけれども、まあ、明示的にそれをやろうという意思をはっきり表していた政治家として名を挙げるべきなのは、筆頭に名を挙げるべきなのは中曽根康弘でしょうね。
中曽根康弘さんは1982年から87年までの5年間の政権、を維持したわけですけれども、その中で、彼の、スローガンは戦後政治の総決算だったわけですけれども、その中には教育の総決算というのも含まれていて、安倍さんの言っていた戦後レジムからの脱却というのと、よく似た考え方ですね。戦後の価値観をひっくり返そうという話です。その一環として中曽根さん自身ははっきりと教育基本法の改正を目指してはいたんですね。でそのために作った審議機関が臨時教育審議会だったと言っていいと思います。当時文部省ですけど、文部省の上に総理直属の法律に根拠を持つ審議会を作って、でそこで国の教育の理念そのものを変えてしまおうと、こういうことを考えていたわけですね。で、彼らが考えていたのは憲法、自主憲法制定の地ならしという意味合いがあったと思います。憲法改正にはこれはもう国民投票まで必要になってくるし、 国会が発議するためには3分の2以上の賛成が必要になるけれども、教育基本法の改正であればいかに準憲法的な法律とはいえ、単純多数決でこれは可決できるわけですから、まず、教育基本法を改正しようと、その後で、その暁には次に、憲法改正に、踏み込んでいこうと、こういう段階論を持ってたと思います。で教育基本法を改正するのは 何かといえば、その彼の言い、考え方から言うと、日本人らしい日本人作ると、こういうことだったんだと思うんですね。でそういうことはいろんなところでこの語っておられるのをこの抜き書きしておいたんですけれども、こんなこと言ってるわけです。マッカーサーの政策でできた憲法にも教育基本法にも日本解体的発想があるんですねと、運命を共にする一つの共同体という概念は歴史と伝統から生まれると。憲法に歴史とか伝統とか文化概念がほとんどない、私に言わせれば無国籍ですね、教育基本法もそうです。ちなみにこれは中曽根康弘さんと宮沢喜一さんの対談本の中で言ってですね、この時のタイトルは憲法大論争改憲 VS 護憲ですからね。宮沢喜一さんは護憲派だったわけですから、遥か昔の日本自民党にはですね護憲派がいたってことなんですよね。今はもう今はいても絶滅危惧種でなくほとんど潜んでいて表に出てこないダンゴムシみたいな再生してると思いますけど、私は現行憲法も教育基本法もその制定の根源を尋ねれば、それは日本解体の一つの政策の所産と見ています。日本民族の歴史や伝統文化あるいは家庭って言ってるところが一つ要注意ですね。家庭には言及せず、国家あるいは共同体に正面から向き合ってはいない。つまり教育基本法は立派な特目は書かれているけれども、それはブラジルでもアルゼンチンでも韓国でも適用されうる、要するに上流水みたいな人間を作れということであって、立派な魂や背骨を持った日本人を育てようということではないのです。現在の教育基本法はマッカーサーが昭和22年に原案をほとんど作らせた。自由や人権、人格といった個人の面は余すところなく書いているが、歴史や伝統、文化、共同体、社会というものには真正面から取り組んでいない。我々は歴史的共同体の中で生きており、それに対するルールや考え方を教え込まなければ教育基本法の基本にならないのに、それがない。こういうことを言っておられると。これは国体思想というものがもう本当にこの人の血となり肉となっているということを私は痛感するわけですね。国体思想っていうのは国の体って書くわけですけども、終戦の詔勅にも国体を護持し得てとなってますから、日本は戦争で負けた時にも国体は守ったんだって言ってますから、守ったと思っている人たちは今でも守らないでと思ってるわけですね。その国体が今でもそのまま存在していると思っている、そういう人たちがたくさんいるわけですね。ちなみに今の日本会議の中心にいる樺島雄三っていう人がいますけど、この人はかつての政調の家の信者だったわけですけど、その政調の家の創設者だった谷口正治っていう人は、日本は負けてないって言ったんですね。
あの軍国日本は負けたけれども真相日本、あの噂の真相の真相ですよ、ね、本来の日本、真相の日本は負けていないんだと、つまり国体は誤示されたと、国体はその完全無欠なまま残ってるんだと、こういうことなんですよ。こういう思想がこの戦後に残されてしまって、でもう70数年も経った今このもう黙々とこう蘇ってきてしまっているっていうことがあるんですけども、それをまあ蘇らせたあの一人はこの長曽根という人だと思いますね。あの私はあの国体思想っていうのはあの、まあ後で最後にあのお話しすることにしてましたけど、最初に言っちゃいますけども、あの3つの側面だと思ってます。一つはあの神話的国家観、神話国家観ですね。日本は神の国だと、昔あの森喜朗って人が日本は神の国だって言いましたけど、これはあの日本会議、あのいわゆる日本の宗教右派の集まりの中でそういうことが起きたわけで、あの天照大神から始まってるんだと。だからその天照大神を祀っている伊勢神宮っていうのはもうかけがえのない大事な神社であってですね、だから今でも閣僚はお正月に、あの伊勢神宮を参りするわけですよね。その天照総御神が自分の孫である二荷の命に天上の神勅というものを与えて、日本列島に下らせた、それが天孫降臨だと、そこから日本という国が始まってるっていう神話ですよね。ですからまあ日本という国はそういう神様の国なんだからっていうことで、一種の先民思想、神に選ばれた民という先民思想があると、それはもうあの世界中で日本民族が一番優秀なんだみたいな話になってきてですね、他の民族を蔑視する、迫害するといった根拠になってしまうということです。でもう一つがあの道義国家観、道徳国家観と言ってもいいと思うんですけども、日本という国は国の建国と同時に、道徳が定められた、道徳で成り立っている国なんだ、でその道徳というのは中と高、まあ、あの封建的な道徳ですね。で天皇に対して忠義を尽くす、そして家にあっては家長であるお父さんに対して忠義を尽くすと、でその忠と公とは一本なんだと、なぜならばあの天皇は日本という大きな家のお父さんだからだと、まあ、そして日本という大きな家は一つ一つの家からなっているわけであって、国家の基礎単位は家であると、こういう観念ですね。でその中で忠と公という道徳こそが一番大事な道徳なんだと、これが道義国家観、これはあの教育勅語の中にも我が高祖高宗国を始めること公園に徳を達すること信仰なりといってですね、高祖高宗天皇のご先祖様が国を始める、建国をしたと、と同時に徳を達する道徳を樹立したといってるわけです。国を始めること公園に徳を達すること信仰なり、でその徳というのは我が市民よく忠によく公にっていう忠と公の道徳で、奥長心をいつにしてその美をなせる、その全国民がその道徳を実践して代々その道徳を守ってきた、これが日本という国の美徳であるという、これは我が国体の成果にして教育の源源また実にここに存すと言ってるわけですね。こういうあの中と高の道徳を教え込むっていうことが教育 のど真ん中にあるんだっていうことを言ってるのが教育直後なんですけども、これはそういう道義国家観から来ていると。そして3番目の側面としては家族国家観、まあ、先ほどもあの一つ国は一つの大きな家族なんだっていう考え方を申し上げましたけども、家族だってことは血縁共同体だってことなんですね。血を分けた兄弟姉妹であると、ということは血のつながらないものはどこまで行ってもよそ者なんだと。これは日本とのこれは中曽根さんは別のところで日本という国は契約国家ではなくて自然国家だっていうことを言ってるんですけども、うん、血のつながったもの同士で作られた共同体なんだっていう考え方なんですよね。でこれはもうアメリカとかカナダとかオーストラリアみたいに移民からできた国ではそういう考え方は通用しないわけで、まあ、それでもまだねオーストラリアには白豪主義なんかあったわけですけども、イギリスの子孫だけが正当なオーストラリア国民だという考え方は昔はあったわけですけど、今はそんなものは捨てている。移民国家というのはそういう
家族国家に立ち得ないわけですね。もともといろいろ出自の違う人たちが集まって国を作ってるわけなんで、日本はこれからたくさん外国人入れていこうとしてるんだけれども、この家族国家間から抜けられないわけですね。血縁共同体 であると、国というのは血縁共同体なんだという考え方で、まあ、これが私はこの入管のですね、もう外国人の人とも思わない、人権思想の欠落っていうものにもつながっていると思っているんですけども、こういう家族国家観というのは非常に排外主義的になってしまう。逆に言うと日本人は日本人として生まれたからにはその日本からは逃れられない運命があるんだと日本人に生まれたっていうことはそれは宿命だと、こういう考え方にもなるわけで、ただ日本国憲法には国籍離脱の自由って言葉は歌ってるわけですけれども、しかし日本人の心の中にはですね、血がつながっているとどこまで行っても日本人だっていう感覚は残っているわけで、ノーベル賞受賞者の中にもですね、日本人の顔をしていて日本語は喋るけれどもアメリカ人っていう人はいるわけですよ。アメリカの国籍を持って日本の国籍はもう捨てたっていう人もいるわけですよね。だけどそういう人たちのことも日本人って言ってるわけですね。とにかくその民族性とか文化性とかっていうものと国籍とか一体化してるっていうのが日本のこの国籍の考え方であり、だからこそ国籍法というのは血統主義で、親が日本人でなければ日本人じゃないという考え方が国籍法にも残ってますけど、まあ、そういう国体思想をゴリゴリの人がこの中曽根さんだったと言っていたんです。中曽根さんという人は東京帝国大学の法学部を出て内務省に入って、それから海軍に行って、海軍に行った時にはインドネシアで、慰安所も作った人ですけれどもこの中曽根さんという方は東京帝大の法学部で学んだ時もうすでに天皇機関説で美濃部辰吉が追放された後なんですよね。つまりもう天皇機関説的なもう合理性を持った憲法解釈学は学んでないんです。この人はむしろ国体明朝運動の最中に青春時代を過ごしていてですね、国体明朝運動の影響を非常に強く受けたと思わざるを得ないですね。こういう発言を見ているとですね、でこの国体明朝運動に応える形で1937年に当時の文部省が作った文書があって、これが国体の本義っていうものですけども、この国体の本義っていう文書を読むとですね、中曽根さんの言ってることとほぼ同じことを書いてあります。要するに個人っていうものを写真するんですね。人間は個人として存在してるんではないんだと、その共同体の一員として存在してるんだと、こういう考え方なんですね。その共同体っていうのはその文化と伝統を共通にするものなんだと。でだからこの中曽根さんは明らかにその 国体思想、特に国体明朝運動の影響を非常に強く受けているというふうに私は思います。国体の本義っていう本文章を読んでみると、西洋由来の思想は全て個人を基本にしているって言ってですね、その点において日本ではこの日本にはもう打倒しないんだと、日本人には西洋思想は受け入れられないと、もう全部否定するんですよね。民主主義、社会主義、共産主義、ナチズムまでですね全部個人がその個人主義が元になっている、だから間違っているんだっていう、こういう言い方をしています。非常に乱暴に全てのこの西洋由来の思想はダメだって言って、純粋に日本主義みたいなことを歌っているんですけど、まあ、こういう国体思想があって、そういう国体思想をこの教育の理念として持ち込みたい、そして、日本人の魂を持った教育と憲法を実践したいと、こういうふうに思って中曽根さんはとりあえずまず教育基本法の改正を目指して、臨時教育審議会を作ったんですけれども、臨時教育審議会っていう審議会は確かに中曽根さん好みの人がかなりたくさん入っていたのは事実なんですけれども、まずその根拠が法律だったと。でその臨時教育審議会設置法という法律を作る際にその当時の野党は相当強く抵抗したわけですね。その抵抗の結果としてある文言を入れさせたわけです。
その文言というのは何かというと、教育基本法の精神にのっとりという言葉を事例させたんですね、この臨時教育審議会設置法の中にですね。で、その教育基本法の精神にのっとりといった途端に、これは1947年の教育基本法ですから、その大元の教育基本法を変えるという議論は封じられたはずだったんですね。で、実際に臨時教育審議会は教育基本法改正の議論に踏み込まなかったんです。ただ中曽根さんはこの法案の段階では譲歩はしたけれども、そんなものは作った後踏み倒せばいいと思ってたこれは中曽根さんは自分の回想録の中で何度も言ってます。何度もっていうのは回想録何回も書いてるからですこの方は長生きしたんで回想録3回書いてますどの回想録読んでもですね、その臨時教育審議会失敗だったと言ってますね。それはなぜかといえば教育基本法改正に踏み込まなかったからなんだと。しかし自分としてはそれをやるつもりだったと。臨時教育審議会設置法で教育基本法の精神にのっとりという言葉を入れさせられたけれども、そんなものは後から踏み倒してとは言ってませんね踏み越えてと言ってませんもし投資出してしまえばいいんだと思っていたんだけれども、中曽根さんの思う方向の投資を出さなかったんですね。中曽根さんという方はこういう非常に強い国家主義的な考え方を持っていると同時に、もう一つミルトン・フリードマンに由来するようなですね、あとそのサッチャーやレーガンと同じような小さな政府を施行するっていう新自由主義の考えも、日本の政治にドンと持ち込んだ人ですけれども、この新自由主義的な方向性っていうのは確かにこの林教師にはかなりありました。でそのキャッチフレーズになったのは教育の自由化っていう言葉なんですね。でただこの教育の自由化についても一方で、いや教育は公共性があるんだと、完全に自由化することには問題があるんだっていう人たちがいて、その公共性にも二通りあってですね、その本当にその人々がこう協力して作り上げていくパブリックな意味での公共性とですね、お上が上から教えるっていう意味でも公共性があってですね、そのお上が上から教えるっていう公共性っていうのは、これは中曽根さんが考えているような国体思想に近づいていくはずだったんですけども、その公共性の議論とその自由化の議論とがぶつかり合ってですね、それで、議論した結果どうなったかっていうと、この3つの視点っていうものに集約されたんですね。で林教審の教育改革3つの視点と、これは第1は個性重視の原則、第2は障害学習体系への移行、第3が変化への対応、これは高齢化とか国際化とか情報化とかっていうものなんですけども、まず障害学習体系の話からしますと、これは学校だけが教育を独占するんじゃないんだと、学校の外にも学ぶ機会があるし、学校の外にも学ぶ機会があると、こういう集まりはまさにこういう、学校の外での社会教育的な意味合いを持っているわけですけれども、でそこでは学習者が主体になるんだと、だから障害教育と言わずに障害学習と言ったわけですね。人間はいつでもどこでも学ぶっていうことが大事なのであって、それをその時には学ぶ主体であるっていうこと、つまり学ぶことは自由なんだってことです。自らの意思で学ぶんだということですね。それは学問の自由ということと通底している考え方ですけど、そういう考え方を障害学習体系の移行っていうことで打ち出したわけです。でもう一つ、この個性重視の原則ってことが、これが筆頭の原則とされたんですけども、この個性といったときに、それは単になんか得て増えてとかですね、人柄とか好き嫌いとかっていうものだけではなくて、個というものを確立するっていうことがその根底にあってですね、この個性重視の原則について説明した文章の中では、林教審の答申何て言ったかというと、まず個人の尊厳と言ったわけです。先ほども個人の尊厳、憲法にも教育基本法にも出てくる言葉としてご紹介しましたけれども、個人の尊厳、個性の尊重、自由、自立、この自立の律は法律の律です。自由、自立、自己責任の原則、それを合わせて総称して個性重視の原則と言ったんですね。繰り返しますと、個人の尊厳、個性の尊重、自由、自立、自己責任の原則、それをひっくるめて個性重視の原則と言ったわけで、
一番最後のですね、自己責任の原則っていうあたりでこの新自由主義的な匂いがするんですけどね。ただこの時の議論っていうのは教育の民営化のような話の方にはいかなかったんですね。むしろ本来の自由主義的な精神の自由、思想良心の自由とか学問の自由とかっていうものを重んじると、こういう考え方に、軸足を置いたと言ってよかったと思います。ですから私は臨教審は結果として良かったと思っています。臨教審がこういう国家主義とか新自由主義の源になったっていう位置づけをする考え方もあるんですけれども、それは確かに中曽根さんはそういう意識を持ってこの臨教審を作ったんだけれども、結果的にですねこの臨教審はそういう方向にはいかなかったと。むしろ本来的な意味でのリベラリズム、その自由主義とですね、それからライフロングラーニングっていうその障害学習っていう、そういう方向に行ったんじゃないかなと思いますね。ですからこれを私は臨教審のパラドックスというのです。作った本人 の中曽根さんの思う方向に行かなかったと、むしろ逆に言っちゃった、国家を重んじるっていう方向の方向性を出してもらいたかったのに、個人を重んじるという方向に行ってしまったということでですね、この中曽根さんが意味嫌う個人主義の方に行ってしまったんですね。だから失敗だったと言ってるわけです。しかしその中曽根さん そのハッチを継ぐ人たちがいたわけですね。中曽根さん その果たせなかった思いを実現しようという人たちが自民党の右派政治家の中には現れてきていてですね、でそれはまず引き継いだのは森喜朗ですね。森喜朗っていう人は中曽根内閣の時の文部大臣だったわけですけど、この森喜朗さんが森喜朗さんは密室の談合で総理になった人ですよね。小渕恵三さんが病気で倒れちゃった、その後を引き継ぐのに、自民党の幹部だけで決めて、あんたがいいじゃないかと野永さんが言ったからっていうんですね、森さんになっちゃったと。でこの小渕恵三さんが1999年に、総理になった時に教育改革国民会議っていうのを設けたわけですね。でそれをそれが実際にはもう活動を始めないうちに小渕さんは倒れてしまって、その後森さんが引き継いで、で2000年の12月に教育改革国民会議の報告が出ましたけれども、そこで初めて教育基本法の改正っていうことが打ち出されました。でその教育改革国民会議の報告は教育基本法の改正だけではなくて、もう一つ大事なこと、大事というか彼らにとって大事なことを言ったんですけども、それは道徳の強化化ですね。でこれは結論から言うと、第1次安倍政権で教育基本法の改正が実現し、第2次安倍政権で道徳の強化化も実現してしまったわけですね。これは教育直後に変わる 国家道徳ってものを示そうと、愛国心、愛国教育をするんだと、そしてその国が定める道徳を国民に浸透させるために、道徳を強化化する、戦前戦中の終身化を復活すると、こういう思惑があったというわけで、これはおいおいお話をさせ、おいおいってもあんまり時間ないですけどでその間にですね、私は教育が右傾化する分水嶺的な年があったと思っています。それが97年なんです。教育の右傾化の展開点としての1997年と書きましたけれども、この年に何が起こったかというと、まず皆さんのご存知の日本会議ができたのが1997年ですね。でそれからその教育の世界では、この新しい歴史教科書を作る会というのができた。日本万歳というようなことを子どもたちに教えようと、日本は悪いことはしていない、立派な輝かしい歴史しかない国なんだと、そういうふうに教えようとする人たち、この中のその、理論支柱となったような歴史学者がいてですね、伊藤隆っていう東京大学の名誉教授ですけど、最近才加久さんという方が作った教育と愛国っていう非常に優れたドキュメンタリー映画がありますけども、その中にも何度も登場する歴史学者です。
この作る会の、まあ、あの後ろ盾になっていた歴史学者伊藤隆、それから自民党の中には日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会というのがあるんですね。ここでも歴史教育の教科書にいろいろ文句をつけようという人たちが現れたわけです。でその時のこの最初の会長だったのが中川翔一、最初の事務局長だったのが安倍晋三ですね。当時は若手だったので若手議員の会ということになって、今でもこの会は存続してますけど、若手っていう二文字はなくなってますで、この若手議員の会と作る会がなんでこの年にできたのかというと、これは従軍慰安婦について記述した中学校の歴史教科書がこの年から使われ始めたんですね。これは皆さんもご存知のように、この93年に、河野談話が発表されて、でその中でお詫びと反省の言葉を述べて、そしてこの従軍慰安婦の問題について、歴史教育と歴史研究を通じて、引き継いでいくと、次の世代に引き継いでいくと、こういうことをこの河野談話は明らかにしたわけですから、まあ、それをきっかけにして、従軍慰安婦、いわゆる従軍慰安婦の問題が一斉に中学校、高等学校の教科書に載るようになったわけですね。で、その実際にその載るようになった教科書が96年の3月にその検定結果が発表されて、全ての教科書に従軍慰安婦が載っているということが明らかになった。そしてそれが多くの、全ての教科書が載せたわけですから、どの教科書を使おうと従軍慰安婦は扱うことになるわけ で、その97年からその教科書が使われ始めた。でそれに対して猛反発した右派の政治家たちがいてですね、でその人たちがこの若手議員の会を作ったし、その反発したいわゆる知識人と言われる人たちが新しい歴史教科書を作る会を作った。そして宗教右派をバックにして日本会議も作られたと、こういう、これが97年だったんで、そのこの年がいろんな意味で日本がこの、反動の時期に入ったと、私は第2の逆コースと呼んでいたりもするんですけども、昭和30年代に逆コースってのがありましたけども、それと同じようなことがこの97年の境に起きていると思うんです。性教育とジェンダー平等へのバックラッシュっていうのもこの辺から起きてるわけですね。90年代っていうのはむしろ性教育が進んだ時期なんですね。新しい学習指導要領の中で、もっと性について教えなきゃいかんということでですね、性教育断念といわれたのが92年だったんですし、男女共同参画社会基本法が作られたというのも99年で、90年代というのはこう性教育をしっかりしよう、あるいはジェンダー平等に向かってこう前進していた時期だったと思うんですけども、このその象徴的な出来事は2つばかりある。1つは厚生労働省が作った思春期のためのラブ&ボディブックっていう非常に優れた性教育の本があったわけですけども、でこれは学校にも配られて、これをベースにして性教育しようとしてたわけですけど、この本に対して攻撃が行われた。それから2003年に七尾予防学校事件というのが起きました。東京都立の知的障害のある子どもたちが学んでいる七尾予防学校で、これは90年代の話ですけども、生徒同士が性的関係を結んでしまうという事件が起きてですね、それをきっかけにこれはちゃんとした性教育を教えなければ、やらなければいけないという教職員の自覚が高まって、でこの教職員たちが手作りで自分たちでこの教育課程を作り、教材を作り、歌を作ったりして、知的障害のある子どもたちが人権教育の一環として性について学ぶと、どうやったらそれを学ぶことができるだろうかっていう、そういう工夫をしていった現場から作り上げたその性教育があったわけですね。これは非常にこうその当時は全国でも注目されて、たくさんその見学者も来たりしたわけです。で東京都の教育委員会もちゃんとそれは認めていたわけですね、その当時は。ところがその東京都の都議会議員の中に、当時の民主党も含めてですけど、当時の自民党と民主党 の都議会議員の中に、これは行き過ぎた過激な政権だと言って攻撃する人たちが現れて、でその人たちが都議会でも問題化し、石原都知事もそれは問題だという答弁をしたわけですね。
そうしたら東京都の教育委員会はコロッと手のひら返してですね、それまでは認めていたものをですね、あこれはけしからんと言い始めたわけですね。そして都議会議員3人が東京都の指導主事を連れて、もう1人産経新聞の記者を連れてこの七尾養護学校に乗り込んで、そしてそこで教育を行っていた教職員に罵詈雑言が見せかけて、そこで使われていた教材を没収して帰るということがあったわけですね。子どもたちにも分かりやすいようにお人形を使っていたわけです。そのお人形にはペニスとワイナがちゃんとついていてですね、こうやってお父さんとお母さんが成功することで赤ちゃんができるんだということをちゃんと教えていた。でこれはちゃんとこの学んでから自分で決めることなんだと、こういうことをちゃんと教えていたわけですけれども、こんな人形を作るなんて、けしからんとかって言ってですね、彼らはセックス人形って言ってたんですよ。この教材のことをセックス人形と呼んでこう下げすんでですね。それで2005年にそういった自民党の国会議員が集まって、過激な性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームって作ったわけですけど、その初代座長が安倍晋三さんです。で事務局長が山谷恵理子っていう人なんです。でこの同じこの2005年にこのプロジェクトチームが主催したシンポジウムっていうのをやってるんですけども、そこには七尾養護学校に乗り込んでいった自民党の都議会議員も招かれてですね、けしからんけしからんと大合唱してたんです。でそのシンポジウムの際には展示会も開かれて、その東京都の教育委員会が募集したはずのその お人形がですね、そこで展示されて、こんなものを使って教えていると言ってですね、これはセックスを奨励しているようなものだっていう、そうじゃないのにですね、この人たちわからないんですよね。この間違ったその性的関係を結ばないように性教育をするのにもかかわらず、彼らは性教育をするとみんなセックスに走ると思ってるわけですおそらくそういう人たちなんでしょう。こういうふうに性教育にとかジェンダーフリーについてもバッシングが起きたのがこの時期なんですけども、でついにその2006年に教育基本法が改正される。先ほど申し上げたように2000年の12月 の森喜朗さんの教育改革国民会議の広告の中では提言されてはいたんですけれども、すぐにはそれは実現しなかったわけです。まず森喜朗内閣っていうのが短命だったと。だから森喜朗内閣の下で、実施するところまでいかなかったということが一つで、それを継いだ森喜朗内閣を継いだのは小泉純一郎内閣だったわけですけども、小泉さんっていう人自身は教育基本法の改正にはほとんど関心なかったと思います。小泉さんっていう人はいい意味でも悪い意味でも教育には全然関心がなかったんですよ。小泉さんは就任当初の施政方針演説の中でですね、所信表明演説の中で米百票の話をしたんですよ。で米百票の話っていうのは戊辰戦争に敗れた長岡藩が その久しい藩から送られてきた救援物資としての米百票をここで食べてしまうのではなくて、これを元手にして、教育人づくりの元手にしようと、国づくりは人づくりだとこういう話なんでですね。だからなけなしの財源を教育に充てるっていうのがこれが米百票の話の本質なんですけれども、にもかかわらずですからその小泉さんがこの米百票の話をした時には文部省の我々は喜んだわけです。この小泉さんはなけなしの財源を教育に使ってくれるんじゃないかなこういうぬか喜びをしたわけですね。しかし実はそうではなくて、この米は食わせないってだけだからいい意味でも悪い意味でも教育には関心がなかったわけですけれども、逆に言うと森喜朗さんっていう人はいい意味でも悪い意味でも教育に関心があったのでですね、だから森喜朗さんが42学級42学級の後のこの定数改善などはやってくれてるわけですよ。教育の森なんて言ってですね、教育予算を増やす努力はしてくれてるんですよ。でもそういうことは
小泉さんは全然しなかった。教育予算を増やすなんてことは全然考えてなかったです。で一方でしかし教育基本法の改正もほとんど関心なかったんですけども、ただその小泉内閣には官房副長官、さらには後には官房長官として、安倍晋三が入ってたわけですね。でその安倍晋三 を通じて、森さんはちゃんと教育基本法の改正、やれやれと尻を叩いたし、森さんだけではなくて中曽根御隊も元気だったですから、中曽根さんも私がやろうとしてできなかった教育基本法の改正をちゃんと君たちやってくれと言って、尻を叩いた。そういう元総理たちが外野からやれやれと言ったんでですね、その当時 の小泉内閣の時の文部大臣っていうのは実は文部官僚だった遠山敦子っていう人なんですね。でこの遠山敦子っていう人は実は私が係長だったというのは課長さんだったというですね、私はもうその時はもう課長になってましたけども、その遠山敦子大臣のところに行くともういつまでたっても係長の前川君っていうふうな感じで遠山さん自身もやはり教育基本法の改正はしたくないと思ってたんですよ。これは教育基本法の改正しろという人たちがどんな右翼かってのよく知ってるわけですから、そんな右翼の言いなりになった教育基本法の改正したらろくなことは起きないということで、その当時の小泉内閣の文部大臣だった遠山さんは消極的だったんです。しかし森さんからも中曽根さんからもやれやれと言われて、そして官房長官の安倍晋三からも言われると、それで思い起こしを起こして、中央教育審議会に諮問するってことやったんですね。ストレートに教育基本法の改正案を作るんではなくてですね、まずワンクッションを置いて中央教育審議会で議論してもらう。ですから中央教育審議会で議論するってことは、中央教育審議会っていうのはですね、安倍内閣で作られた教育再生会議あるいは教育再生実行会議のようなものとはもうだいぶ違ってですね、中央教育審議会っていうのはこれは組合からはずっと中教審議路線粉砕と言われてですね、保守反動路線と言われてきましたけれども、しかしその安倍内閣で作られた教育再生会議なんかから比べたらよっぽどまともな審議会なんですよね。でその中には教育基本法反対っていう人たちも複数もいたわけで、例えば市川翔吾なんていう教育学者は従来文部省側 もちろんこれも国立教育研究所の研究者だったわけですから、文部省側の研究者だと言われてましたけれども、しかし教育基本法の改正には反対だったんですね。そういう人たちが中央教育審議会で議論しましたから、決定的にその国体思想のようなものに染まることにはならなかったと思います。しかし2006年の教育基本法の改正は、実現してしまったわけで、もう一つついでに言うとですね、これは当時はもうすでに自公政権だったわけですけども、当時の公明党はブレーキ役を果たしてました。当時 の公明党は平和の党でもあり福祉の党でもあって、そして右ではない中道なんだと言ってましたからですね。だから自民党がぐっとこう右に寄っていくのをこう引っ張り戻すっていう役割は当時の公明党には一定の役割を果たせたと思います。今は完全な下駄の雪になっていると思うんですけども、もうどこまで行っても、もう自民党についていってしまうということになっていると思うんですけども、当時は私が思い出すのは山下栄一っていう参議院なんですけども、この山下栄一さんっていう参議院は京大の法学部出た人でですね、京都大学の創価高校の 教師だった人なんですよね。社会科の教師だったんですよ。ですから非常にその憲法を重んじる考え方を持っておられましたし、この教育基本法を改正するにあたっても日本国憲法に背かないようにしなければいけないということを非常に一生懸命考えていた人で、この方がその公明党にいたおかげでかなりそのブレーキになってくれたと思ってます。でただこの自民党の右派の政治家たちが望んでいた言葉っていうのは国を愛するってことなんですね。これがちゃんと入りました。ちゃんとって言っちゃったんですね。我が国と郷土を愛する態度を養う。でその他にも道徳心を培うとか公共の精神に基づき、社会の発展に寄与する態度とかですね、こういうこの道徳というものは私もその社会には道徳が必要だと思ってはおります。しかし彼らが考える道徳っていうのは上から国が作る道徳なんですね。この国が作って国民に押し付ける道徳のこと、それを彼らが道徳と言ってるわけで、
昔の教育職を考えているわけで、公共の精神というのものも、私はその新自由主義は間違っているし、公共というものを取り戻すことが大事だと思ってますけども、それは自立した個人が集まって作り上げていくのが公共なんだと思っているわけですけども、この公共の精神という言葉をこの教育用語に盛り込ませた人たちが考えている公共の精神というのは、そういう公共じゃないんですね。滅私奉公の公なんですね。つまり天皇の国家が上から与えるのが公共なんだと、こういうどこまで行ってもその天皇制国家 の上からの道徳である上からの公共だということです。でそういう国を愛する態度を養い、そういう国ってどういう国ってかといったら、結局国体思想に基づく国なんですよね。神話国家であり道徳国家であり家族国家である日本という国なんだと、こういう考え方で、その日本国憲法の下では国というのはあくまでも主権者である国民が作るものですから、教育基本法にも教育の目的の中に平和で民主的な国家及び社会の形成者の育成って書いてあるわけなんですね。その国家というものは形成者である国民が作り上げていくものですから、作り上げるってことは具合が悪いと思ったら作り直せばいいわけであってですね、国というものはいくらでも作り直すことができる、それを作り直すのは国民、主権者である国民なんだっていう、これが憲法であり国民教育基本法の考え方なんですけれども、そうではなくて伝統と文化によって作られてきた国ってものがあるんだと、それは変えられない国なんですよね。その万古不変の国体っていうものなんですね。アマテラス大神がこの国を作った、この国を作るその元になったんだと、で神武天皇がその即位してこの国が作られたんだっていう、それは変えられない歴史なんだっていう、歴史じゃないですけども、これは神話ですけども、その変えられないものとして日本の国の国体ってものがあるっていう、そういう国なんですよ。ここでいうその歴史と伝統を尊重し、それらを育んできた我が国と京都っていった時には、しかももう一つ、本当はその我が国と郷土と家族って入れたかったんだろうと思いますけど、その国と郷土と家族ってのは全部一つの国の中にその構成要素として含まれているわけですよね。こういうこの国家主義、国体思想に基づく国家主義ってものがこの第2条っていうところに散りばめられたわけです。で彼らとその右派政治家たちは、これが入ったからこの教育教法が改正されてきたと思っているわけです。でこういう言葉が入ったので教育勅語が復活できるようになったということですね。先ほど申し上げたように、教育勅語は1948年の6月の衆参両院の決議によって排除され、執行確認がされたわけですけども、でそれは憲法教育基本法に反するからという理由で、排除され執行確認されたわけです。しかしこの教育基本法が改正されたことによって、この教育基本法が教育勅語と矛盾なく読めるってことになっちゃったんです。教育勅語とは矛盾するから教育勅語は執行したんだっていうふうに言ってたのに、この道徳心とか公共の精神とか伝統と文化とか我が国を愛する態度とかっていう言葉が入ったことによってですね、教育勅語がそれらの言葉を通じて復活できるようになってしまったということなんですね。実際その教育勅語は復活してしまっているわけです。あとで出てきますけども、2017年の3月の閣議決定で、憲法教育基本法に反しない範囲で、教育勅語を学校で使用することは否定されないと、そういう閣議決定もされているわけです。でさらにはですね、学ぶもののその主体性っていうものを抑えつけるような条文も作られた。学習規律ですね、教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずることを重視するなんて、こんな条文が入れられてですね、この教育基本法の改正以後、学校が非常に息苦しくなってきてます、それが逆に不登校を激増させているわけですけれども、校則を厳しくしたり、それからスタンダードっていう言葉が非常に流行ったんですね。この辺りから2000年代に流行ったスタンダードなんですけども、非常何でも確実的なマニュアル化してしまうわけです。この教師の教え方もマニュアル化する、そして子どもたちが学校で生活する生活様式もスタンダード化すると、要するに確実化するということです。
そういうスタンダードってことが非常に重視されるようになってしまった。それからもう一つはゼロトレランスっていう言葉も流行りましたですね。もう厳罰主義ですね。ちょっとでもこう規範から外れたことをしたら厳しく罰すると、こういう考え方、これこの6条の2項っていう学習規律っていうものが強調されたことが一つ大きな影響を与えていると思います。でもう一つ家庭教育に対する義務付け規定というのが設けられたわけで、これは父母その他の保護者に対してこの国が法律をもって教育を義務付けるっていう、こういう構造になってるわけですね。第一義的責任っていうことを言ってですね、生活の、要するに基本的な生活習慣を身につけさせるのが親の責任だぞと、自立心を育成するとか心身の調和とかっていう、こういうものまで言ってますけれども、要するにその勤めるものとする、という条文になってるんですけども、このものとするっていう条文はこれは義務付けるっていう意味を持ってるわけです。ですからこれは国家が法律によって、親に対して、家庭教育を義務付けるってるってことなんですね。ですからこの条文はですね、家庭教育に関する法律がいずれ作られるってことを予想しているわけですよね。で実は統一教会はずっと家庭教育支援法というものを作れと言ってきてるわけですけども、その統一教会が言ってるような考え方と一致してます。国が家庭に対して、ですから家庭教育支援法のようなものを作ったとしてですね、そこで家庭教育においてはこれ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 ということを教えなければならないってことなんてことをですね、すでにこの教育教法の中にはその生活習慣を身につけさせるとか、自立心を育成するとか、心身の調和のとれた発達とかということは言ってるわけですから、それをさらに具体化するような心身の調和のとれた発達というのはこういうものであるみたいなことを書いた法律が作られてもおかしくないんですよね。そういうものが作られる余地ができてしまっているということです。それから政治に対する教育、政治からの教育への支配というものが強化される。これが新しい16条ですね。かつての10条という条文があって、かつての10条という条文は教育行政という見出しがついているわけです。で新しいこの2006年の16条も教育行政という見出しがついております。でこの教育行政という見出しのもとで、かつての教育教法第10条はですね、第1項で何て言ってたかというと、第1項に教育は不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を負っては行われるべきものであるって書いてあったんですね。ちなみにこの不当な支配に服することなくって言葉は残った、この言葉を残したのは公明党のおかげなんですよ。自民党はこれでなくそうとしてたわけなんで、公明党のおかげでこの言葉は残ってます。ただ国民全体し直接に責任を負ってという言葉はなくなったということは、間接的な間接民主制の下で、支配されうるということになってしまったわけですね。いかにその民主的な政治であっても、その政治の下で教育が支配されてはいけないんだというのが教育基本法の、考え方だったわけで、だからこそ直接にという政治プロセスを経て、支配されるべきものではないんだと。その多数決、政治は最終的には多数決で決まるわけですから、たくさんの人の票を取った人が勝ちなんでですね、そうすると選挙で勝ったら何でもできるんだっていう、こういう考え方が安倍政治とか、あるいは維新の政治の中でどんどん広がってきて、勝てば完全だと、選挙で勝ったら何でもできるんだと、そういう人たちが教育をその支配してしまったら非常に危ないことが起こるわけなんでですね、そういうことが起こらないようにする、そのために、その不当な支配っていうのは、実はそれは政治権力が一番危ないんだということを考えていたし、国民全体に対して直接に責任を負ってというのは、その政治プロセスを経て責任を負うんではないんだと。だから現場の教師は自治体とか国とか文部省とかっていうものに対して責任を負うんではなくて、直接目の前にある子どもたちに対して責任を負うんですよ。そういう考え方がここにはっきり疑っていたわけですけれども、それがその言葉がなくなって、その代わりにどういう言葉が入ったかというと、この法律及び他の法律の定めるところによりっていう言葉が入っちゃったわけですね。だから法律っていうのは間接民主制の下で作られるわけですから、この間接民主制の下で作られた法律、この自民党が多数でその強行採決した法律があれば、その法律で、いくらでもその教育を支配できるんだと、こういう考え方になってしまったわけです。
しかもこの旧第10条という条文は第1項と第2項に分かれていてですね、第1項は主語は教育はという言葉から始まったんです。第2項で初めて教育行政はという言葉が出てくると、教育はという言葉と教育行政はという言葉が1項と2項に分かれて規定されていた。これは教育と教育行政は別物だということなんですね。私はずっと教育行政やっていましたけれども、教育とは別の仕事をしているんだとずっと思ってました。教育と隣接する、教育と非常に密接に関係する仕事ではあるけれども、自分は教育者ではないし教育をしているんではないんだと、教育行政をしているんだというつもりで仕事をしてたんですけれども、実は多くの文部官僚は自分は教育の仕事をしていると思っているんです。教育行政の中に教育があると思っているんです。末端の教育行政が教育だと思っているんです。集合で言うと教育という言葉は教育行政に含まれる概念だと思っているんです。私は別のものだと思っているんですね。隣接するけど別ものだと思っていたんですけども、多くの文部官僚は特に教育家庭行政やっている連中はですね、教育その学習指導要領さえ変えたら日本の教育を変えられると思っているんですよね。そんなことはないんですよね。私はもう学習指導要領なんてただの紙切れだと、参考にするぐらいだったらいいけども、あんまり取られない方がいいですよって前から言ってるんですけども、でこの16条っていうのはどういう条文になったかというと、1項と2項がくっついちゃったんです。つまり教育はっていう主語の文章と教育行政はっていう主語の文章が一つの条文の中に入ってしまってですね、それで新しい16条の第1項になってるんです。でこれはどういうことを表しているかというと、教育行政の中に教育が含まれるっていうことを案に示しているわけであってですね、教育と教育行政を瞬別している構造がなくなって、むしろ融合してしまっていると。で融合してしまっているのはなぜかというと、教育は教育行政の末端の作用だと考えているからですね。ですから教師は末端の教育行政官だということなんです。こういう考え方がこの新教育基本の中に含まれている。でこの教育基本法ができてからまあろくなことはないんですけども、私のですからその臨時教育審議会のその方針が出た頃で、それに基づいて、一人一人の子どもたちを大事にするっていう教育を進めていこうっていう、その時期の教育行政については、私はほぼ 100% 文部科学省が進めようとしている仕事と自分が望ましいと思っている仕事が一致してたんですね。しかしこの97年を境にした右傾化が起こってから、特に2006年の教育基本法ができた後はですね、私が望ましいと思う方向の教育行政と上からこう政治によってやらされる仕事とが乖離することが非常に多くなりました。でちょっともう時間がないので、教科書の話は飛ばしましょうね。教育勅語の復活の話、教科書の話は後で時間があったら話します。この教科書の話はむしろ私の話を聞くよりも、教育と愛国っていう映画みたいな道徳教育、これがその復活してしまったと。2006年の教育基本法の後ですね、先ほど申し上げたように森喜朗政権の下で教育改革国民会議が打ち出した戦前に戻ろうとするような教育政策の一つが教育基本法の改正、もう一つは道徳の強化化だったわけですね。道徳の強化化っていうのはなぜかというと、道徳の時間があったわけです。その時間を強化にするということです。道徳の時間っていうのは、道徳は一つの領域だという、その領域と強化っていうのはこの教育課程の中の二つのこう分け方があるわけですけども、その特別活動だとか総合的な学習の時間だとかっていうのはこの領域なんですね。で教科っていうのは教科書がある縦割りの教科になっているのが教科なんですけども、で戦前は道徳は教科だったわけですね。終身という教科だったわけで、終身科という教科があって、で国定教科書があって、でその学習の成果は教師が児童生徒を評価したわけで、お前はちゃんと学んだと、ちゃんとその日本の国体が何であるかよく分かっていると、そういう生徒に対しては有料派の有っていうこの評価を与えると、お前は全然分かってないじゃないか、人間は自由だとかって言うと、そんなことはないんだっていう、人間は自由だっていうことを言っている不定な輩に対しては、交通平定の定だとかですね、そういうことは見てきたわけじゃないですけども、そういうことが行われていたと。
まあ、ちなみに言うと戦前の教育を受けていた平野貞夫という人がいますよね。三次地方だって私最近やってるあの平野貞夫という人は勉強は何のためにするか分かってるのかって言って、それは自分のためでありますって言ったらバカって言われたんです天皇陛下のためだって言ってですね、他の他の優秀なあのクラスメートはその後帰ってて手を挙げて天皇陛下のためでありますって言ってよろしいって言われたって言ってこういう自分のためだって言っちゃいかんと、自分のために勉強してたので言っちゃいかんというのがこの当時の終身だったっていう話です。でそういう終身は教科だったからよかったんだと。で道徳っていう時間は戦後は完全になくなったわけですね。で、まあ、道徳を否定したわけではないんだけれども、道徳を学ぶのは一つの特別の教科の中で学ぶんではないんだと、学校の教育活動全体を通じて学ぶんだっていう全面主義と言ってますけども、そういう考え方が取られた。ただ中心となる教科ってのがあると、その中心となる教科は社会科だって言われたわけですね。で社会科っていうのは戦後できた教科であってですね、それはなかったわけです。その社会科というのは民主主義の担い手を育てるというその教育標法でいうところの平和で民主的な国家及び社会の形成者の育成と、そのために新たに作られた教科が社会科だったわけで、それまでも終身とか歴史とか地理とかってもあったけれども、その民主主義の担い手を育てるという教科はなかったわけ、民主主義じゃなかったわけですから。でだからその道徳を教える教科ってことは存在しなかった。だけどその中心となるのが社会科だと言われてたんですね。でその中心となるのが憲法に示されている価値観、つまり個人の尊厳とか基本的人権の尊重とか平和主義とかっていうものであってですね、そういうものに基づいて道徳ってものを考えようということだったはずなんです。ただ社会科の教師っていうのはいなかったと。それは当然のことですね。教員要請がされていなかったわけですから、社会科という教科が突然ポッと作られたわけですね。歴史とか地理の教師はいた、しかし社会科の教師はいなかった。で教科書もなかった。だから新しい憲法の話になっている、その文部省が作った教科書っていうのは社会科のために作られた教科書だったわけですね。だからじゃあ社会科の教科書はどうしたの、社会科の教師はどうしたのかっていうと、これは余っていた教師がいたわけです。それは終身の教師なんですよね。この終身の教師、終身科という教科が廃止されましたから、終身の教師は全員失業したわけですけども、その余っていた教師をまあ廃品を修理して使うしかないというので、実は終身の教師が社会科の教師になったっていうケースは相当あったわけですね。でこれは心を入れ替えてもらわなきゃいけない。で、まあ、心を入れ替えたふりした人もたくさんいたんだと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもその最初のうちは道徳の教科時間はなかった。それを道徳の時間というのを特別に週1回設けるってことをやったのは1958年であって、これは岸信介内閣の時なんですね。岸信介内閣の時に松永東、東って書きますけども、松永東っていう文部大臣がいて、もうその一辺の通達で、道徳の時間っていうのを作ったわけです。学習指導要領っていうのはもう当時すでに作られておりましたけれども、その時点では単なる手引き書として、作ったもので、まあ戦後の民主教育を進めるにあたってどう進めていいかわからないっていう人も多いから、特に社会科はそうだったわけですね。だから手引き書として学習指導要領を作られていた。それを国字化して、これは放棄の一種なんであると、この学習指導要領通りに授業しなければこれは違法なんだぞということを言ったのが、やはりこの岸信介内閣の1958年なんですけども、まあ、この時に、国字化された学習指導要領で初めて道徳の学習指導要領も作られたわけですが、この学習指導要領が国字化されて道徳がそこに含められるよりも先に道徳の時間ってのは始まってるんですね。もうこの松永東っていう、ね、文部大臣 その通知一本で始まってる。非常にもう政治的に作られたものです。でしかしこの道徳の時間というのは学習指導要領までは作ったけれども、教科書がなかったと。教科ではないので教科書はなかった。しかも当時は組合が強かったですから、今のように骨抜きになってませんからですね、
現場で教師たちが抵抗したわけですよね。で現場を握っているのは教師たちですから、いくら学習指導要領で道徳の時間をやれと言ってもですね、現場の教師が現場を握っている限りはこの道徳の時間は実際は骨抜きにされていったわけですね。でだからこそ教科書を使って教えさせなければいかん、教科書が必要だという声がずっとくすぶっていたわけですけども、それが、ついに、実現したと。それが第2次安倍政権ですね。第1次安倍政権の時にも道徳の教科化には取り組もうとはしたんです。第1次安倍政権の時には教育再生会議というものが設けられたわけですけども、教育再生というのは安倍さんの中心周辺の人たちが大好きな言葉で、再生というのは何かというと、かつては生きていて今は死んでいるものを生き返らせるということが再生ですから、教育の世界で何が死んでいたのかといったら、これは教育直後なんですね。教育直後をよみがえらせようというのが教育再生であって、それはもう宗教派に、それは支えられているわけですね。宗教派っていうのは中心にいるのは国家 の神社本庁ですね。神社本庁は神道政治連盟というものを作っている。さらにその神社本庁が考えているような国体思想と表明するような新興宗教が、新宗教がたくさんあるわけですね。その中の一つがかつての成長の家だった。今の成長では違うんです。今の成長の家は3代目が継いでるんですけども、全く違う教団になってます。原発反対、石炭火力反対、エコロジー万歳っていうですね、非常に21世紀型のグローバルな宗教になってですね、おじいちゃんとは全然違うこと言ってるんです。ただこの、谷口正治っていうのが言ってた成長の家っていうのは、それを引き継いでいる人たちが江藤誠一っていう国会議員だったり、日本会議の中心になっている蒲島雄三っていう人だったりするわけですけども、その他にも新生仏教教団とか仏教五年会とか崇教真光っていう手かざし の、うん、教団とかですね、そういった新宗教はこの日本型宗教派の中に属してますね。で統一教会も広い意味ではその宗教派、日本の宗教派に属すると思いますけども、彼らと組みしているわけではないと。ただ勝共連合を通じて自民党とはもうべったりの関係を作ってきたということですね。この宗教派 をこの背景にした自民党の右派の政治家たちが、その道徳の教科化を目論んできた。で第一次安倍政権でも言われたんですけども、第一次安倍政権も短命だったんですから、第一次政権安倍政権の間にそれは作られなかった。で実はですね、この第一次安倍政権の時の文部大臣っていうのは、文部科学大臣っていうのは伊吹文明っていう人なんですけど、衆議院の議長もやった人で、私はその伊吹文明っていう人の下で大臣官房総務課長っていうのをやってたんですけど、伊吹文明っていう人はオールドリベラリスト的な体質も持ってるんですよ。だから教育直後の復活には反対だったんです。教育基本法の改正には賛成だったんです。ただ彼が考える歴史と伝統と文化っていうのは明治に作られたものじゃないと。この自民党の右派が考えている歴史伝統っていうのは実は全部明治政府が作ったものであってですね、神道だってそれ以前の神社っていうのはバラバラだったわけですけども、天皇制の下で一つに国家神道にしてしまったのが明治国家ですけれども、この伊吹さんっていう人が考えているその伝統と文化っていうのはもう1000年以上の歴史のあるものだと。この人は京都の人ですから、しかもその京都 の 商売をしているうちのご出身で、大蔵官僚なんかもやった人ですけども、この長州罰には苦していないわけですよね。長州 その武士の伝統は引いてないわけですよ。 ですから吉田松陰なんか変みたいなものになってるわけです。京都にはもっと素晴らしい思想があったと。こんな吉田松陰なんていうのはもうあんなものはダメだと思ってるわけですよ。だから決して吉田松陰も尊敬なんかしてない。だから明治反発政府の血は引いてないんですよね。安倍さんは引いてますよね、長州ですから。だからこの
このオードリベラリストであり、平安京以来の伝統を重んじるという人ですからですね。この教育直後の復活には反対だったんですよ。歴史と伝統は大事だ、だから教育基本法は大事なんだと。だけども日本人の中に培われてきた道徳というものは大事にしましょうと。しかしそれは武士道だけではないと。農民には農民の、商人には商人の道徳というものが長い歴史を通じて培われてきておるのだと。商人には商人の道徳があったと。近江商人の三方よしというのはそういう商人の道徳なんだと。商人というものは自分だけ儲かればいいってもんじゃないんだと。売ってくださる方も買ってくださる方も、そして売り手よし買い手よし、そして三方よしの三方というのは世間よしですから、世間よしっていうのは今風に言えば企業の社会的責任ですからね。自分だけは儲けりゃいいってことじゃないんだと。世間様がみんな潤うってことが大事なんだと。こういうその小道徳ってものが日本にはあったじゃないかと。こういうものを大事にするんだよ君とかって言われたんだけど、それがこの伊吹さんの考えだったんですよね。だからこの道徳の強化化は反対だったんですよ。それでその教育再生会議から道徳の強化化っていうボールを投げられたんだけども、伊吹さんどうしたかっていうと、またこれ中教審に投げたんですね。中教審っていうのは実は実は政策ロンダリング機能を持っているわけですよ。その自民党派から投げられたボールをこう中立化させていくというそういう機能を実は中教審は持っていてですね。でこの、教育基本法の時もそうだったわけですね。市川翔吾みたいな人が反対も唱えたんで、かなりこう抑えられた。大事なその日本国憲法の精神のっとりとか、個人の尊厳を重んじるとか、教育学問の自由を重んじるとか、こういう言葉が残ったのもやはり教育基本法の改正案の原案が中教審で作られたっていう意味があると思うんですけども、この伊吹さんは官邸から投げられたボールを受け止めはしたんですけども、それを中教審に投げたんですね。でその中央教育審議会の会長にわざわざ道徳の強化反対って人を連れてきたんですよ。でそうやって中央教育審議会で議論してもらった上で、道徳の強化化はしないという結論を出してもらったと。だからもう文部科学省で受け止めたけれども、中央教育審議会が道徳の強化をしないという結論を出したので、やりませんっていうふうにしちゃったわけですね。非常に賢いやり方だったと思いますけども、そういうことで結局棚上げにしたままになったわけです。だから安倍さんにしてみれば非常に悔しかったと思うし、それで安倍第一次安倍政権が短命で終わったので、私などもやれやれと、これでその終身化の復活なんてことはできなくた、やらなくて済んだと思っていたわけなんですけれども、それが第二次安倍政権で復活してしまったと。安倍さんがもう一遍組閣するなんて思ってなかったんですけど、私も終わった人だと思ってたんですよね。ところが終わった人じゃなかったと、担ぎ出す人がいたということで3回目をやるんですね。そうそう、私はだから2012年の12月に安倍さんが選挙で勝った時に壊れてしまったと、大変なことになったと、もうこの教育の受け入れ方が始まると思ったんでですね、その時にツイッター始めたんですよね。でその時のもちろん実名ではやってません。実名でやってたらすぐ首飛んでたと思って民主腐敗を続けてましたからですね、右傾化を深く憂慮する一市民という名前でやってたんですよね。右傾化を深く憂慮する一市民っていうんで、その時 のフォロワーはゼロですから、ゼロってことは完全な独り言ですからね。いつか誰かが読んでくれたらいいっていうぐらいのことで自分の本音を吐き出す場所を作ってたわけです。ですからもうその安倍さんの悪口だとか下村大臣の悪口だとか、あるいは吉井文部科学大臣政務官の悪口だとかたくさん書いてあったんですね。でこの結局その道徳の強化化っていうのは教育再生実行会議っていうその第二次安倍政権で作られた会議で、もう最初の提言の中で、打ち出されたわけですね。
まあ、そもそも なんでその教育再生実行会議なのか、どうして第2次教育再生会議ではなくて教育再生実行会議っていう実行という二文字が入ってるのかって言ったら、教育再生会議の提言が実行されなかったからですね。実行されたものもあるんですよ。しかし実行されなかった、もう彼らが悔しがっていたのは何といっても道徳の教科化なんですよ。その道徳の教科化が実行されなかったと、その伊吹さんが握り潰してしまったと、だそれが良くなかったんだと。だからまずその官邸と文部科学省とか一体化していなきゃいけない。伊吹さんという大物を据えてしまったがためにですね、官邸とその文部省とか文部科学省とか分離しちゃったんですね。一体化しなかったんですよ。あの伊吹さんっていう人は誰よりも自分が偉いと思ってた人ですよ。永田町でも霞ヶ関でもですね、伊吹キングって言われてたんですよね。自分はキングだと。だからもう私はおそばにお仕えする総務課長ってなってたんで、本当に毎日毎日怒られたばっかりでですね、私は基本的には楽天的な性格なんですけども、この伊吹さんにお仕えしてる時は本当しんどくてですね、十二市長会長になっちゃったんですね。あれは伊吹さんのせいです。ただ伊吹さんがそういう大江戸で見られてきた側面を持ってたってところは一種、尊敬できる部分はあったんですよね。安倍さんの権威を認めないと、総理大臣のことを安倍君って言ってましたから、安倍君は何を考えてるのかねとかって言ってましたね。まあ、そういうとこ、それが良かったんですよ。だから第一次安倍政権では道徳の教科化まで踏み込まなかったんだけども、第二次安倍政権では教育再生実行会議が最初の提言で打ち出して、そして官邸と一心同体の人が文部科学大臣だったわけ。それは下村博文なんですね。その下村博文さんっていうのはもう安倍さんの右腕的な存在だったんですし、で下村博文さん自身が教育再生担当大臣もやってましたから、教育再生実行会議を担当する大臣であり、文部科学省も担当する大臣ですから、同じ大臣のもとに置かれたわけです。で教育再生実行会議そのものは官邸で開いてましたけれども、教育再生実行会議事務局は文部科学省の建物の中にあったわけです。でほとんど文部官僚だったわけです。ですからもう文部科学省と教育再生実行会議とはもう一体だったんですね。ですからもうその道徳の教科化はもうその教育再生実行会議が提言したらもうすぐにもう実行のための手立てを取り始めたわけです。ただしやっぱりこの際も教育中央教育審議会の諮問という手続きは取りました。でやはり中央教育審議会で議論したおかげで最悪なものにはなってないと、ひどいものになってますけども最悪なものにはなってないとということは言えると思うんです。ただですね、やはりこの先ほど申し上げた教育基本法が改正されたことを受けて、第2次安倍政権では教育勅語が復活したわけですね。これはこのレジュメにも書きましたけれども、下村博文文部科学大臣の答弁、2014年4月8日の答弁で、教育勅語の中身そのものについては今日でも通用する普遍的なものがあるわけでございまして、この点に着目して学校で教材として使う教育勅語そのものではなくて、その中の中身ですね、それは差し支えないことであるというふうに思いますと。要するに教育勅語には普遍的な内容があるから、それを学校の教材として使うことは差し支えないと言ってしまっているわけです。これ質問しているのは和田政宗って、これも右翼の政治家です。この質問の中では道徳の教材として使えって言ってるんですよね。だから答弁の中には道徳という言葉は出てきませんけれども、道徳の教材として使うことは差し支えないと言ってるわけです。で実際安倍さんにしても下村さんにしても肩入れしていた学校法人が森友学園ですから、で森友学園は教育勅語に基づく小学校教育を本当にやろうとしてたわけですから、で教育勅語が学校で使ってもいいですよっていうのはこの先ほど申し上げた17年の3月31日の閣議決定でも定められています。だからこの閣議決定はある意味解釈改憲でもあるわけですね。それまでは憲法に違反する文書だから使えないって言っていたのに、憲法や教育基本法に反しない形でなったら使えるって言ってるんですね。でも反するって言ってたのに反しない形で使えるって言ってるんですから、これはある意味憲法解釈変えてるんですよね。これはもう集団的自衛権は許されて言ってみたり、敵基地攻撃や能力が許されて言ってみたりするのと同じ意味でですね、これは解釈改憲だと言っていいと思います。
あとまあ家庭教育の話などもありますけれども、もう時間がもうだいぶ延長してますんで、ここで終わらせていただきます。一旦ご存知の前川さんももちろんご存知で、在日の北朝鮮人韓国人の前に使わないと在日の韓国人朝鮮人の方たちはもうすでに3世4世になっていて、何十年もこの日本で生きてます。でこの日本社会で日本人と一緒にこう共に生きていたいけれども、自分たちの母国語、それから歴史文化は習いたい、これは当たり前だと思うんですけれども、その安倍さんと下村博文が高校無償化制度から朝鮮学校だけを排除した、そのことに関して前川さんのコメントをいただきたいと思います。本当に私は現役時代に手掛けた仕事の中で非常にこう残念に思ったり、まあ悔しく思ったりしている仕事の一つがこの高校無償化から朝鮮学校が排除されたっていうことですね。もうこれはもう明らかに今の政権の中にですね、この自民党右派が牛耳っている政権の中に在日コリアンの方々を、まあ差別し排除する、そういう傾向がある。私はこれを完成ヘイトと呼んでるわけですね。もう政府が率先してヘイト行為をしていると言っていいと思います。まあもともと高校の無償化自体は私は非常に歓迎すべきことだったと思ってますし、第二次安倍政権になって所得制限がかけられたんですけども、私は所得制限なしに無償化するのが筋だと思います。これは子どもの権利ですから、その代わり富裕層からは税金を取るっていうのが筋だと思います。いずれにしてもこの日本の国内でちゃんと暮らしていて、日本の国内で高等学校教育とほぼ同じ教育を受けている、これはこの教皇高校無償化っていうのは高等学校だけではなくて、高等学校に類する家庭を有する教育を行う学校は全て対象にしたわけで、各種学校もたくさん含まれてます。例えば準看護学校なんかも入ってるんですね。でこういう各種学校も含まれているにもかかわらず、しかも他の外国人学校を対象にしたにもかかわらず、朝鮮学校だけが対象になっていない。これはもう在日朝鮮人に対するヘイトだと。実はその韓国系の方は対象にしたんですよね。コリア国際学園というのがあるんですけれども、これは同じ条文に基づいて審査した上で指定をしているんですよ。ところが朝鮮学校だけは排除したんです。これ非常に問題、もう明らかに朝鮮学校を狙い撃ちして排除したということです。でこれを決定的にしたのが2013年の1月なんですけども、これは下村博文という人の文部科学大臣の決定ですね。私はこれは極めて不当なことだと思っておりました。文部科学省におりましたけれどもですね、でこれは当然朝鮮学校側は訴訟すべきだと思ってたんですね。で実際訴訟が起こりました。5カ所で訴訟が起きたわけですけれども、で私はこんな理不尽なことが通るはずはないと思っていたから、訴訟に持ち込めば必ず朝鮮学校側が勝つだろう、朝鮮学校の生徒の方が勝つはずだと思ってたんですね。私がもしその時に証人尋問されてたら言ってたかもしれませんね。現役の役人だったんですけども、それでこれは極めて不当であるということを言ってそこで辞表出してたかもしれません。私自身がその証人として呼ばれるということはなかったんですけどね。これはしかし5カ所で行われた訴訟で原告側が勝った判決は
大阪地裁だけだったんですね。大阪地方裁判所の判決は極めて真っ当な判決だったと思います。で、他の判決は要するに国に忖度してるんですよね。で、このいわゆる司法消極主義なんですよ。これは違法とも適法とも言えない、まあ違憲とも、そうですね、憲法判断でよく使われる手法ですけれども、これは立法裁量の範囲内である。だから今回の同性婚を拒否したことに関しても違憲状態であるけれども立法政策の問題だと言ってるわけですよね。私は違憲だって言えばいいと思うんですけども、違憲だっていうのをこうためらうんですよね。これはやっぱり砂川判決以来の消極主義があると思うんですよ。悪いのは田中幸太郎じゃないかと思ってるんですよ。司法消極主義でこれは立法府や行政府の裁量の範囲内の問題だっていうふうに考えるわけですね。私は裁量の範囲を明らかに超えていると思います。他の学校は対象にしているのに、在日コリアの中でもこの韓国系 の, そのコリア国際学園の方は対象にしてるんですからね。しかしその朝鮮総連系の方の朝鮮学校は排除していると、これはもうどう考えても法のことの平等に反するだろうと私は思いますけどね。にもかかわらずこれは行政の裁量の範囲内だって言ってるんですよ。これが他の4つの判決なんですよね。育児がないんですよね、裁判官に。私はそう思いますね。で、それ結局その第2審も最高裁も結局そういう行政の裁量の範囲内だっていう考え方を踏襲してるわけです。私はどう考えてもその行政の裁量範囲を超えてる、と思いますね。憲法14条に反して違憲だと思うんですけども、ですからこれは反省ヘイトっていう言葉にふさわしい言葉じゃないかと思って、でそれが在特会のような連中を煽っているといい気にさせてるんだと思いますね。それはですから私はその政府のそういう姿勢にことにこそ問題があると。ただこの朝鮮高校に対する無償化が実現できなかったのは旧民主党政権にも大きな責任があるわけであって、旧民主党政権の3年の間に結論を出せなかったわけですね。そこに一つ問題があります。だ旧民主党政権の中にもゴリゴリの右派がいたっていうことなんですよね。中でも中井博っていう人はとんでもない右翼だったですよね。拉致問題担当大臣やってたんでですね、この拉致問題の解決をしない限りは朝鮮高校の無償化すべきでないというようなことを閣内で言ったわけですね。で、こういう人の意見をによってこう左右されてしまったのが問題だったんだと思うんです。非常にそういうところでは民主党政権の中にも問題があったと思いますね。ですから本当の意味での真っ当な政権ができないとこの問題は解決できないんだろうと思うんですよね。で、真っ当な政権ができないと裁判所も変わらないと思うんです。結局最高裁判所の裁判官を任命するのは内閣ですから、今の裁判官は全員この第二次安倍政権以降に任命された人ばっかりですからね。やはり日本国憲法を変えるのであれば裁判官の任命方法を変えた方がいいではないかなというふうに思いますね。少なくともこの毎年のように国民審査してもいいと思いますしね。あるいはその裁判官、最高裁判所の裁判官を任命する前にはアメリカのように国会でのヒアリングをすべきではないかなと思いますね。そうしてこの人はどういう考えを持っている人なのかということを明らかにした上で、この人の任命が正しいのかどうなのかということを国民が判断するということをするという、そういう機会が必要なんじゃないかと思いますけども、ちょっと話がそれましたけどもですね、私はこの本当に朝鮮学校の排除っていうのはどう考えても私は不平等不公平だし許せないことだし、これは根っこには感性ヘイトがあるし、そのまた根っこには今申し上げた国際思想があると思うんですよ。異民族を排除するというそういう自国民、自民族中心主義、エスノセントリズムというようなものが国際思想の中にあると思います。はい、分かりました。その次ね、いいですか。はい、はい、関連して2つです。今の朝鮮学校で言えば68年身延塗装になって7年になって68年に認可されてますよね。それで一つの大きな流れができた。
それからもう一つは先ほどの99年石原都知事がなって、教育委員会の決定がガラッと変わる、今政府を変えるということが政治の流れを変えることで大事なんですけども、まずやれるところからどういう形でやるかというときに、先日もお話したように都知事を変えるということをやっぱりここにいらっしゃる人たちも含めて一つ官僚的にでもご検討いただけないかそしてもう一つ、あのこの間も田中宏さんがあの NPA の時に聞かれてて、あの時も教育の問題で、文部官僚としての責任がある、この責任をどう果たすかという時にやはり政治を変える一歩を始める時期が来てるんじゃないかと思いますが、よろしくお願いします。前川さんが NHK 会長じゃなくて NHK 会長は都知事あのですね、私もそう、あの私はなる気ありませんけどね、あの都知事変えなきゃいけないと思いますよ。確かにあのおっしゃる通り、あの東京都の教育委員会は全く同意して持ってなくて、都知事が変わればすぐに変わっちゃうわけですね。はいはい。でまあまあ、あの東京都知事ってのはずっともうあのあの都庁番がなってるわけですよね。都庁番の中で副知事になり損ねた人が教育長になっているという、こういう人事が行われているわけなんで、あのこれはもう多くの自治体でそういう傾向は非常に顕著です。あの他の都道府県でもかつては県立高校の校長出身だったっていうような人が教育長になっているケースが結構あったんですけども、今はもう行政マンばっかりだったんですね。そうするともう全部こう知事の部下だっていう意識で仕事するんですよね。教育長は知事の部下じゃないんですよね。教育委員会の部下なんですよ。で教育委員会は独立した執行機関なんですね。そこを諦めなきゃいけないのに、自分はその首長の部下だというふうに思ってしまう人たちが教育長やってるっていうところに一つ問題があるし、まあ、そういうふうな仕組みに教育委員会制度してしまった文科省にも問題があるんですけども、ただあの都知事が変わってと教育委員会が変われば大きく変われるところがたくさんあると思います、はい。まあ、はっきり言って東京都教育委員会は文部科学省以上に右翼ですから、はい、文部科学省がその別にあの望んでもいないことまでやるわけですね東京都教育委員会だとか大阪府や大阪市もそうですけども、あの大阪府でやったあの口元チェックなんかひどい話ですね。あの決められ歌ってるかどうか口元までこう見てチェックするなってことをやったわけですからですね。ですからまあ自治体レベルで変えられる部分はたくさんあるし、あの一昨年の教科書採択で横浜市とか大阪市で立候補者の教科書が軒並みもうあの採択されなくなったってことがありましたけど、あれはその教育委員会がかなりこの教育委員会制度が一定程度働いたんだと思うんですね。首長は引き続き立候補者採択してほしいと思っていても、その市民の声が教育委員会に届いて、教育委員会の方でこれはまずいぞと、この立候補者を採択するのは差し控えようっていう、そういうまあ機運が生まれたっていうのがですね、これが2020年の教科書採択に響いたんだと思うんですね。もうあの2020年の教育採択、あの教科書採択で一挙にあの育保者版の教育シェアは下がりましたからね、まあ、ですから私はあの自治体レベルでできることはたくさんあるし、まあ、今の杉並区なんかは大いに期待してますけども、あの私もあの私は世田谷区民ですけども、世田谷区もまあまあいい口をずっとやってると思うんですよね。あの維新懸念にならなくてよかったと思ってるんですけどねですからまああの自治体レベルでできることはたくさんあるし、東京都はもうね、波の国連加盟国でも大きな規模 の自治体ですからね、東京都が変わればあの日本の教育も大きく変わると思うんで、あのそのためには本当は教育委員会が変わらなきゃいけないんですけども、あの都知事が変わって都知事の任命する教育委員が変わっていけばね、教育長も変わっていけばそれは大きく変えるチャンスが来ると思うんでですね、次の都知事選は大事だと私も思いますが、私はですね、私はあの政治の世界でももっとジェンダー平等が大事だと思ってますから、もちろん女性であれば誰でもいいってわけじゃないんでですね、それはあの小池百合子でいいっていうことを言ってるわけじゃないんですけどですね、今更もう70に近い私がですね、都知事に出るってことはこれは差し控えるべきであろうと、もっともっと生きのいいこれから将来のある人たちがいるし、
どうせ都知事やってもらうんだったらいい人に2期3期でやってもらったらいいと思うんですね。私はいい候補者を応援する側にもありたいと。まあどうしてもと言われれば教育長ぐらいまでやってもいいと思ってます東京都教育長ぐらいまではやってもいいと思ってます。前回の都知事の時にはですね、私も誘われたのはじいさんですよね。立憲民主党の方からも共産党の方からも誘われたんですけども、私はとにかくたすきかけて自分の名前を連呼するようなそんなこと絶対したくないから私は生徒会 の会長選挙にも出たことがないんでですね、選挙というのに出たことないし、ああいう選挙のようなことは私は性に合ってないと思ってますので、選挙はしたくないんですと。選挙しないで済むことだったらやりますと。それで教育長だったらやってもいいですって話はその時もしたんですけど、教育長って言わずに副知事って言われたんで、と思って、じゃあ副知事までやったらって言ってそれでこの前宇都宮さんが選挙出た時には勝手に副知事候補になってたんですよ。だから宇都宮前川セットの候補だったんですよ。で私は副しょうがないから宇都宮さんが当選したら副知事になりますって言ってたんですよね。本当は教育長でいいと思ってたんですよね。副知事はあれですよ、教育の問題には手を出せないんですから、本当に教育の問題を扱うんだったら教育長にならなきゃいけないんですね。副知事はもちろん私学に対しては仕事ができますけれどもね。まあというわけで重ね申し上げますけどどのような選挙にも選挙という選挙には出るつもりがございませんのでですね、でもっともっと若い人で特に女性を支持したいと。別に男性でもいいんですけども、そういう若い生きのいい人を支持する側に回って支える側に回りたいというのが私の願いですので、ぜひ そこのところはご理解賜りますように伏してお願い申し上げたいすいません。ただ国際交流とか平和外交とかそういう面の役割というのはやっぱり教育長以上に都知事があると思う。この間も姉妹都市とか言いました。いや、あると思いますよ、はい、自治体外交ってもありますしね。そしてそれが今こそ必要な時代になってるんじゃないですか。いや、だからそこまでは同感なんですけどだから私がなるってことだけが色があると思うんですけどそれ以外は全部同感じゃあどなたがいいんですかね。それは探してくださいよどうぞ。もう前川さんが今前の文部省を辞められてもう何年になるか分かんないんですけども、まあ、当時 の報道の内容しか知らないんですけども、その時、まあ、多分辞めたというか辞めさせられたという感じだったかと思うんですよ。その時のそういう経緯というか心境、それをちょっと改めて伺いたいのと、もう一点はそういう状況に、まあ、追い込まれた時の当時 の前川さんの心の内というか、それをちょっと私ではないですね。私が文部科学省を辞めたのは2017年の1月なんですね。ですからちょうど、6年ちょっと前ですね。でちょっとね、こう誤解というか噂というか、その間違った認識が多少広まってるんですけど、この前川は政権から煙たがられて、スキャンダルで失脚させられたと、まあ、そんな風な、話があってですね、まあ、スキャンダル化させられたっていうのはあるんですよ。歌舞伎町のあのお店行ってたらこれがなんか不純異性行為をしてるみたいに言われてそれで、でもそれは辞めた後なんですね。辞めた後で掛け分け問題が出てきて、掛け分け問題で私がそのメディアと接触していることが官邸に分かった、その時にやられた話なんですよ。要するに私が喋っていることのその信憑性を貶めるために、私の人格を貶めようと、こういう作戦、まあ、その実はその前に私に黙らせるために脅そうとしたと、お前が喋ったらあれをバラすぞっていう話だったんですね。で、まあ、実際でもバラされてもそう大変でもない話だったんですねちょっと妻には釈明する必要があったんですけどでもそう騙されてそれほどひどい話じゃない、むしろ私としては
自分の興味関心でこういろんな女性の話を聞きに行ってたんですけど、そこで仕入れた話たくさんあったんですけど、ですからスキャンダルで、貶められて辞めさせられたっていうことではなくて、でその政権の陰謀でその辞めさせられたわけでもなくてですね、私が辞めた理由は責任を取って辞めたんです。でその何の責任を取って辞めたかって言ったら、違法な天下り斡旋の責任を取って辞めたんですね。で違法な天下り斡旋っていうのが最初に出てきたケースっていうか、まあ、一番、まあ、有名だったケースは、文部科学省の高等教育局長が文部科学省の人事課が間に入って斡旋して、早稲田大学の法学部の教授になったと、こういう天下りがあったんですよ。その天下りをした文部官僚は私の同期なんですね。私と一緒に文部省に入った、私と非常に仲のいい役人ですけど、私がその次官級ポストである文部科学審議官っていうのになった時に、まあ肩を叩かれたんですね。まだ定年前だったけども、前川君が上に行くから君やめてくれって言ってですね、それでその後早稲田大学の教授になったと。でその間に入ったのが文部科学省の人事課の現役の職員だったわけです。でこれが OB だったら適法だったんです。間に入ったのが、間に入ったのが現役だったから違法だってことだったんです。今国土交通省で天下りの問題になってますけど、あれ全部 OB がやってるんですね。ただ OB がやってるけども、いろんな情報を現役からもらってるってところが今問題になっていてですね、実は現役が絡んでるんじゃないのかと。で現役がその斡旋に関与していたとしたら、それは違法なんだということになるんですよ。でこの私の同期だった役人が早稲田大学に行った経緯っていうのは、完全にもうこれ間に入ったのが人事課の職員だったんです。でこれはもう言い逃れができない違法行為だったんです。国家公務員法っていう法律で決まってるわけですよ。だから国家公務員法 の, 天下り規制っていうのは、誰が斡旋するかで違法か適法かが決まってきていて、間に入っているのが現役の国家公務員だったら違法だと、で OB だったら適法だってことになってるんですよ。で他の役所はOB が斡旋する仕組みをきちんと作ってるわけです。国土交通省も作ってるわけです。で私がこの問題、まあ、でこの問題が世の中に公になったのは私が辞める直前でですね、もう2017年の1月なんです。でしかし文部科学省の中で私が知ったのはその2ヶ月前の11月だったんです。11月 の, 下旬頃にこの問題が私の耳に入ってきて、それは人事課の職員が私のところにやってきてですね、今まで嘘をついていたのがバレましたって言ってたで私は嘘をついていたことも知らなかったって言ったんです。その私の前の人たちがやったことなんだけど、私の前の事務次官の時に起こったのが今の私の同期が、早稲田大学に甘くなったって話なんですけど、これ実はですね、この天下り問題を監視する第三者機関っていうのが作られていまして、それは国家公務員再就職等監視委員会っていう第三者機関なんですよ。でこの第三者機関は国家公務員法の改正で作られたんですけど、極めて強力な権限を持っていて、これはもう裁判所と同じその承認喚問権を持っていたんですね。まあ国会と同じと言ってもいいですかね。承認を喚問してそこで問いただして、嘘をついたらそこで偽証罪に問えると、そこまで の権限を持ってるわけです。それでこの承認喚問の権限を発動するぞって言われたんですよね。どうもね、前から怪しいと思われていたらしいんですよ。いろいろ言い繕ってたけども、どう考えてもその合理的にありえないような、だってね、辞めてから3日後ぐらいに再就職決めてるんですから、この辞めた後にこの自分でこう再就職先を探してそれで再就職したんだったら、3日後に再就職するって決まるってことはありえないと思うんですよね。それはもう最初から話ができていたと。もう一つ言っておくと、
あの現役の公務員は現職中に再就職の運動しちゃいけないっていうのがあるんですよ。だから現役の職員は再就職の現役の間に再就職の運動しちゃいけないっていうのと、現役の職員が間に入って斡旋しちゃいけないっていうのがあるわけですよ。それで、その私の同期の役員は人事課に その早稲田大学に提出されるということを承知の上で自分の履歴書を作って人事課に渡したんですね。でそれを早稲田大学に渡したと。だからこれはもうもろに違法行為だったんですよ。でそれが私は11月に初めて分かって、しかもそれがその再就職等監視委員会 の、 その疑惑の目で見られていると。それで、承認喚問が行われますと。で最初に承認喚問されるのは早稲田大学の人事部長ですと。で早稲田大学の人事部長はゲロってしまいますと今まで、で私は その隠蔽されていたこと自体知らなかったんですよ、あの言っときますけどでもその今まで嘘ついてたのがバレそうですっていうことを言われてですね、それはまずいと。でだからもうこの際もう全部海を出すしかないじゃないかっていうんでですね、それで再就職監視委員会はこの問題について、ついついと承認喚問すると言ってるけども、それだけではなくて、あの人事課の担当職員が のパソコンの中に入っている全ての情報を出せと言ってる、あのメールのやり取りとかですね、メールのやり取りさ、メール その受信したメールと送信したメール全部出せと、そういうあのこれもあのその報告徴収権とかさ、あの資料提出を求める権限を持ってるわけですよ。だからそれはもう従うしかないわけですよ、その法律に従うなのは。ですからもうそれはもう全部出すしかないから、全部出せと、全部出すにあたっては最初全部チェックしてから出せと。チェックってのは別に買い覚ましませんよ、何が書いてあるかっていうのをこっちを知ってこなきゃいけないから。だからその全部書いてあることをこっちもチェックした上で、あの全部洗いざらい、求められたものを出しましょうと。そうしたらですね、その違法行為と考えられるものは次から次へと出てきたわけです。その高等教育局長が早稲田大学に天下った前例だけではなくてですね、でこれはやばいなと。で私自身も承認喚問されました。ただ私が感じたのはこの第三者機関は極めて強力な機関だなと。こういう機関が必要なんだと思いましたね私にはそれ壁つけられている方なんですけど、こういう機関があればいろんな問題について明るみ出すことができると思いましたね。だから官邸からも独立してましたから。で私が最初に官邸に、その11月にその問題が明らか、文部科学省の中で明らかになった時に、官邸に報告に行ったんですよ。こういう問題があって、今最終就職等監視委員会から承認喚問を受け取りますということを報告に行った。報告に行った先は誰かっていうと、官房副長官の杉田和弘っていう人です。日本の CIA 長官だった。でこの杉田和弘、菅官房長官の右腕と言われていた公安警察上がりの人ですけども、でこの人のところに説明に行ったらですね、まあ最初に言われたのは、なんていうバカなことしたんだと、もっとうまくやれなかったのかと。つまり文部科学省はなんで現役が間に入るっていう、もろ違法行為やってしまったのかと。警察庁はちゃんと人事課長 OB が集まって会社を作ってやってると。だからそういうふうにちゃんとシステマティックに法に触れない形でできるんだから、なんでお前そういう仕組みを作っておかなかったんだってですね、そう言って怒られたのと、もう一つはその再就職監視委員会っていうのはちょっと困った組織だと。これはこの次からはそういう今のような委員を任命しないようにしようと今は骨抜きになってるはずなんですよ。だから今の国交省の問題については、あの時のような再就職監視委員会の勢いがないんですよね。その後委員の入れ替えをしていってですね、官邸に従順な人間を入れていって、その時はあれは民主党政権で、任命した人だったのかもしれませんけども、その
非常に戦闘的な人でですね、私はもう本当にもう大変だったです。本当のこと言ってても嘘じゃないかって言われるんでですね、まあそういうこともあって、しかしこれいずれ明らかに、まだ私が自分で辞任することを決めたのは、2016年から2017年にかけての年末年始の間なんですけども、もう次々とこの国家公務違反と国家公務員法違反と考えられる事例が出てきて、これは単に処分するだけでは、関係者を処分するだけでは済まないなと、やっぱり誰かが辞めなきゃいけないと思ってですね、辞めるんだったらこれは俺だなと思ったんですね。僕が辞めないとこれは収まらないと。これは当時の文部科学大臣は今官房長官やってる松野博一さんなんですけど、松野さんに責任があるかって言ったら全然責任ないんですよ。で、私にも本当はあんまり責任ないんですけど、私 の, その先輩たちがやったことが積み重なってきてるんで。だけどこれはあくまでも官僚の世界の中で起きていることなので、この官僚のトップが責任を取って辞めるっていう形を取る必要があると。文部科学大臣が辞めてもですね、それ自体でなんかこう辞めなくていう、こう責任を取ったっていう形にはならないだろうと思ってですね、それで、正月休みを終えて、最初に1月の4日だか5日だったかですけども、松野官房長官、松野文部科学大臣のところでこの違法天下り斡旋問題について、レクをした時、説明をした時に、私の方からこれは最終的には私がその処分を決めた上で、その処分と同時に私がその引責辞任すると、こういう形を取るのが一番いいと思いますということを私から言い始めたんです。事務次官っていう仕事は本当につまらない仕事なんで、あんまり長くやっていたいとは思ってなかったですから事務次官はその事務次官ってずっといたいと全然思ってなかったんですよね。事務次官なんてはなってしまえばもう元事務次官って言って威張ってればいいんですからですね、別に威張ってませんけど事務次官は固有の仕事を持ってないわけですよ。局長っていうのは固有の仕事を持ってますから、初等中等教育長であるっていうのは非常に大事で、初等中等教育長の裁量でできる部分っていうのはかなりあったわけですよ。それでも政治には随分あれやれこれやれ言われましたけれども、でも事務次官っていうのはもう完全にもうその政治と行政との間の橋渡し役になっているだけのものなので、もう政治家の顔色を伺うような仕事ばっかりなんですよね。そんな仕事を長くやっていたいと思ってなかったんで、だからもうここで辞めますということを私の方から言って、その時の松野大臣は私を慰留したんですよ。あなたが辞めることはないじゃないかと、あなたが斡旋したわけじゃないだろうと、だってあなたが辞めなくていいじゃないかと、いやでも監督責任ってのがありますからって言うんで、でもあなたはその不祥事の時 の, その事務次官じゃないじゃないかって言われたんだけど、それもそうなんだけど、でも監督責任があるんでですね、それで辞めますと。だから松野さんが慰留した時に、だからとにかく私がこの引責辞任するっていう案も含めて、官邸と相談してきますって言って官邸行ったんですよ。でその官邸に行ったらまたその官房副長官の杉田さんがと、話をするわけですけども、杉田さんはそれがいいとお前が辞めるのが一番いいとこういうふうにおっしゃってくださったんでですね、それで杉田さんから官邸からも、前川が辞めるのが一番収まりがいいと、こういうお話がありましたって言って、松野文部科学大臣に報告をして私の辞職を承認してもらったと。これは自己都合 の, 辞職ですから、懲戒免職ではないんでですね、辞職を大臣である任命権者である大臣が承認するということになるわけですね。それで1月の20日の時点で関係者をとにかく、たくさんいました、 2,30 人だと思いますけども、処分して、私自身も減給処分の処分を受けた上で、辞表を受理してもらうという形で辞めたんですよね。ただその後ですね、だからこの私の辞めた経緯はこれは文科省自身のオウンゴールなんです。この
警察庁の真似しておけばよかったんです。もう OB が作る会社でも作ってですね、それでそのもう全部 OB がやってますよと、現役はかかってませんと、こういう形にしておけばもうちょっとつつがなく天下りをやることができたんですよね。ただ文部科学省はその後本当に天下りがしにくくなっているというか、ほとんどできなかったのは事実ですね。私自身は天下りしてませんから、天下り問題にやめてるのに天下りするわけじゃないので、私自身は天下りってません。それから早稲田大学に行ってた私の同期も残念ながら早稲田大学を辞めざるを得なかったんです。ただあの時の早稲田大学の総長は、いや辞めてもらっちゃ困るって言って遺留してたんですよ。いやいや引き取ったんじゃなくて、本当に優秀だから引き取ったんです。私の同期のその人物は著作権法がもうめっぽう詳しい、著作権法のもうあらゆるその段階の改正をよく知っているっていう、もうちょ最初に配属されたのが著作権課で、著作権課で係員もいいし、係長もやり、課長補佐もやって、課長もやって、そして文化庁の次長もやってるっていうね、もう著作権の法のことなら何でも聞いてくれっていうぐらい詳しい男なんですよ。だから早稲田大学は著作権法の に詳しい、教授を求めていたわけで、早稲田にとっては非常にありがたい存在だったので、辞めてもらっちゃ困るって言ってたんですけども、文科省の方がいやこれはもうこの際辞めてもらわなきゃ困るって言ってですね、その彼を説得する役割を負わされたのも私なんですよ。もう僕も辞めるから君も辞めてくれって言って、辞めてもらえないからって言ってですね、だから彼を説得した手前、私が甘くないわけにいかないんですよね。天下りを斡旋してくれる人もいなかったんだけど、でも斡旋してくれた人はいたんですよ。日大文理学部の非常勤講師っていうのは、ね、今でもやってますけど、これはひいひい言いながらこう教材作って、調べ作ってやってるんですけど、報酬は極めて少ないです。そろそろやめようかと思ってるんですけど、まあ、これは日大の先生なんです。日大の先生で親しい人がいて、今でも日大 の, 非常勤講師やってますけど、まあ天下りっていうか第二の就職っていうか、まあそれはそれぐらいのものなんですけどね。ちょっと話がなくなりましたけど、問題はその私が辞めた経緯を捏造して、世の中に広めた人がいると、それが菅義偉っていう人なんです。その菅義偉官房長官が私のその文科省を辞めた経緯について全く事実と反することを記者会見でも国会の答弁でも言ったわけですよ。前川はせめて3月までは事務次官でいさせてくれと言ったと、もうそうやって地位に連綿としたって言ってました。本当は連々としたんです。地位に連々としたっていう、そういうことを記者会見でおっしゃりましてですね、まあ、そういう意地汚い人間なんだと、そういうふうなこう印象付けようとすることをおっしゃったんです。こればっかり私はちょっと腹が立ちましたね。歌舞伎町の場合ってのは事実なんで、これは事実は事実ですから、それは認めてたし、ただその先のおひれがついてるのは、そこはちょっと問題だと思ってましたけども、しかしそっちは別に名誉毀損で訴えようって気にはならなかったんですが、この辞任の経緯について全く嘘を言われたのはですね、これは本当に名誉毀損で訴えてもいいと思いましたね。まあ訴えるってもあったかもしれないけども、まあね、もうすぐ面倒くさそうなんでやめたんですけど、これが橋本徹だったら訴えたでしょうね。やってたらですね、私はちょっと橋本徹みたいな訴訟好きではないんで、まあそういうことです。私も悪いもんの時間がいるんだなってその当時思ってましたからね。知らなかったから。他もう一人ぐらい、はい、じゃあ最後しますね。入ります。入ってます。埼玉から聞きました小林と言います。実は私は2015年3月に地方自治体の職員定年退職したので、地方自治体の職員定年退職しました。でその後、まあ自分の人生の生き方についてちょっと疑問を持って国内外を旅したんですが、今から3年前にですね、ウガンダ、東アフリカのウガンダで、まあ、それはコロナの関係で滞在してたんですが、その時に、
アメリカの歴史教科書、そしてそれは日本について書かれたものですね。それを手にすることができたんですね。でそれを読む中でですね、GHQ で日本は占領下に置かれましたけれども、その時にトルマン大統領がマッカーサーに日本を軍国主義国家から強い民主主義国家にしてくれというそういうことを言われて、マッカーサーは責任したっていうことを、アメリカの歴史家が書いた歴史教科書なんですけども、そのようにこう書かれてたんですね。で、それなのに、マッカーサーは東京裁判を行ったりして一定のそのことをされたんですけれども、その後私もこの最近ヤクルートをたどったっていうことをちょっと聞かされていたんですけれども、そのことがどういうことかと思っていろいろ考えていましたけれども、戦前のその人たち、一時期収容されたりしてされていた人たちが復権するって釈放されて出てくるっていうことを知ったんですね。で片やドイツではね、ニュルンベルク裁判の後に、連合国会した裁判の後に18年後にアーシュビッツ裁判というのをやっていてですね、それで去年の秋でしたかね、102歳の女王夫人がね、その収容所の書記をやっていたということで逮捕されて5年間収容されましたね。ですから健在で出てきても107歳なんですけれども、そういうようなそのドイツ国民はそのファシズムというか、独裁主義とかね、そういったことに徹底したその決別をしようという覚悟があったと思うんですけれども、それに鑑みて日本という国というか、その釈放したというのはマッカーサーという占領下のもとだったからちょっとどうにもならないんですけれども、ちょっとその辺のことは現代人に残された宿題として、今言っている私たちはね、それをやはりマッカーサーができなかったことを、強い民主主義国家にするんだという、そういうことをね、私たちがこれからやっていかなければならないのかなってちょっと今最近思っております。それとですね、アメリカの教科書を見たときに、その私たちが記憶ばっかりでしたよね、受験戦争に追われていて。ところがアメリカのその歴史教科書を見たときに、批判的に考えることをやらせているんです、学生に。ですからあなたがトルーマンだったら、原爆を起こした後の影響をどのように考えますかとか、どういう判断しますかとか、そういう質問を中高生に対してしてるんです。ところが日本の教育の中で、原爆についてあなたどう思うとか、投下されたらどう思うっていうことを、歴史の社会科の中でね、ごめんなさい、社会科の中で習ったことがなかったなと思っております。それでせっかくの機会なので前川さんにお聞きしたいとすればですね、私は日本のこの再生というか、それはやはり教育の事柄から始まるのがいいのかなと思っております。それでそういうふうに考えておりますが、いかがでしょうか。それ先ほど東京都知事っていうお話をされていた方ありましたけれども、私はやはり文科科学省ということでね、それは与野党関係なく、それを与党だからじゃなくて野党だからっていうんじゃなくて、やはりその領域を超えたね、歴史っていうのはずっと流れているわけですよね、戦前から戦後までね。だからそういった期間でやっぱしせっかくここまでの人材をねこのまま取得っていうのは非常に日本としては大きな損失になると思うから、特に教育行政についてね、そういうぐらいには、はい、わかりました、ありがとうございます。何かネットの何を出てくるのかでも今お話は私の共感できる話ばっかりだったです歴史を学ぶことは非常に大事だし、それを批判的に学ぶってのが大事なんですよね。
ところが今その先ほどの新しい歴史評価書を作る会だとか日本の歴史との日本の全土の歴史を教育を考える若手議員の会っていうのはこれはもう日本は立派な国なんだっていう物語を教えようとしているわけですよね。非常に問題だと私も思います。私ただね教科書を作っている中ではその最近この高校教科書でですね、これはいいなと思うのも時々見つけるんですけど歴史総合っていう教科ができたんですよね。これは現場の歴史の先生から非常に評判悪くてで世界史と日本史と両方教えるのは大変なんだとそんな短い時間で日本史と歴史一遍に教えるなんてことは不可能だ、近現代に限ってはいるんですけどそれでも大変だっていうんでですね日本史は日本史、世界史は世界史、世界史にしてくれた方がやっぱりいいんだっていう人も多いんだけどただその世界史の中で日本史を学ぶっていうのは非常に大事だと思うんですよね。で特に近現代に関してはそうだし20世紀についてはもう完全にそうだと思うんですよね。で私が見た教科書の中では生徒に考えさせるための工夫をしているそういう教科書もかなりあってですね設問の中にあなたがもし1930年代のドイツ国民だったらナチスに投票しただろうかってそういう設問があったりするんですよね。でそれはそれまで そのドイツの歴史を知っていないとできない話なのでドイツ史、この第一次大戦に敗れてその後バイバル憲法ができてっていうその重い賠償責任を負わされてっていうねその後その世界公共恐慌もやってきたとこういうような状況の中でしかもその政治は政党政治が不安定だと、そういう時にヒトラーが出てきて我々がもう全ての解決するんだっていう意思みたいなこと言うとですねカラカラカラッとこっち行っちゃうとだからそこまで想像力を働かせないとこの説明には答えられないんですよね。でもそうやってドイツ国民はその時にヒトラーを選択してしまったんですよね。全員じゃないけれどもしかしヒトラーが、そういうナチスが非核大統になってで組閣してその後解散してその前に議会を放火してそれを共産党に安いつけてやってですねそしてその後第一党の地位過半数を得てそして社会民主党を黙らせてそれで全権移法受験法を制定するってところまで行ってしまう。そうやってワイマール憲法の下で民主主義が始まったはずだったのにそれが10年そこそこの間に独裁政治になってしまうというね、そういうその歴史っていうのは今こそ日本国民が学ぶべき歴史だと思うんですよね。民主主義が独裁を生むってことはあるんだぞってことですよね。もっと遡ればフランス革命の後にナポレオンは皇帝になってるんですからね、ナポレオンは国民投票で皇帝になってるわけですからその英雄待望論っていうのはそのどういう国民もいつの時代にもあったりするわけでねそういうものは非常に危ないんだと、いうことをやっぱりちゃんと知っておくってことが大事だと思うんですけどやっぱり私ドイツと日本の違いは何かなって考えた時に世界大戦で2回とも負けてるか1回分かってるかもしれないかと思ってだからドイツは第一次世界大戦でもうこっぴどく負けて民主主義を手にしたはずだったのに自分たちがそれを壊してしまって独裁政治を生み出してしまってそしてホロコーストだとか無謀な戦争に突っ込んでいってそれがもう悲惨な結果に終わったと。だからもう今度こそその過ちは繰り返さないぞっていう思いがドイツ国民の中に非常に強く刻み込まれてるんだと思うんですよね。日本の場合には第一次世界大戦はその勝ち馬に乗ってうまいことやってこの大陸のとか南洋の利権をせしめてねうまくやったぞとしかも21か条約みたいなものを突きつけてまさに帝国的侵略の意図を笑わに出していたわけであってねで
別にそこで日本が民主主義になったわけじゃないし、で第二次世界大戦の後もやっぱりどうしても与えられた民主主義だと思うんですよね。それでこう自分たちで勝ち取ってないっていう、それからその民主主義からその独裁を生むという停滞経験もしていないと、それがやっぱりこう日本国民のナイーブさみたいなものになってるんじゃないかなと思うんですけど、私は韓国の方が自ら独裁政権、その軍事独裁政権を倒して民主主義を勝ち取ったっていう経験を持ってるから、この現代史の中でね、やはり韓国の民主主義の方が鍛えられた民主主義だと思いますよ。 今考えたらね、日本の民主主義はやはりおっしゃったようにその戦前からつながっちゃってるわけですよね。でそれはやっぱりその日本の占領政策、最初に日本の占領政策をその遂行していた人たちっていうのはアメリカで言えばその当時の、ニューディーラーと言われているようなリベラルな思想を持った人たちが日本の占領政策を作っていたと。一番だからそのアメリカの民主主義でもその上積みの一番いいところをね、日本に持ってきてくれたと思うんですよ。しかしその後のやっぱり朝鮮戦争が日本を逆コースに持っていっちゃったんだと思うんですけども、でその中で岸信介みたいな昭和の妖怪が復活してしまってですね、満州国でアヘン売ってたやつがそのままツバモプリズに出ればいいのに出てきちゃってですね、でまあその同類の人たちが続々と出てきちゃうということがあって、まあそれが一つの不幸でしょうね。朝鮮戦争、まあ日本の経済としては朝鮮戦争で潤っちゃったっていう、戦争で儲けるっていう人たちがいるわけで、日本がその儲けた張本人なわけですけどね、戦後戦争は。だからそこの、日本の経済の繁栄は朝鮮人の不幸の上に成り立ってんだってことはよく覚えておいた方がいいと思うんですけど、それに乗っかってこう戦前回帰のこう逆コースっていうのが生まれたんだっていうことなんですよね。で私はその教育政策も先ほどの岸信介内閣の時に道徳の時間が始まったっていう、これも一つの逆コースですし、中央集権が強まって学習指導要領がこう国事化されて法規化されたっていうのも逆コースなんですけども、その間確実的な労働力を生み出していくとか学歴競争が始まるっていうので、非常にこう熾烈な競争社会に日本社会が入っていってですね、それが猛烈社員だとか産んでこう日本の高度成長させたのは事実なんだろうと思うんですけど、その高度成長の陰りが見えてきたのが70年代 でその陰りが見えたこう高度成長、日本がもっとこう高度成長から成熟社会に変わっていかなきゃいけないんじゃないかっていう、そういう反省が生まれた時に林教審が個性の尊重とか言っていたんですよね。で私は私にとっては臨時教育審議会っていうのはその戦後改革の再来っていう意味合いがあってですね、その個人の尊厳っていうものを大事にするっていう考え方で戦後教育が始まった、それをもう一遍確認し直したのは林教審だったんじゃないかって思ってるんですよ。憲法教育憲法に基づく教育としてですね、しかしそれがもう一遍逆コースに乗ってしまって、その林教審の時代が林教審でこう憲法教育憲法がもう一遍こう再確認された時期っていうのが短い時間しかなくてですね、その後もう一遍逆コースがやってきたと。でこの20年間ぐらいずっとその逆コースの間に中にいるっていう、そういう気がしてるんですよね。でこのまんま行くと本当にもう一遍戦争して負けるってところまで行かないと日本国民は目覚めないのではないかと本当心配してます。そう思ってる人いるんですよね。宮台さんなんて人は加速主義って言ってですねもう日本諦めてるんですよね。もう日本はダメだからどん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 落ちていくしかないんだと。でもうどんどこまで落ちてから初めて這い上がれるんだと、一種坂口安吾みたいな堕落論ですよね。落ちるところまで落ちないともう目覚めないんだからって言って、私はそうは思ってないんでですね、教育の力でもう一遍こう立ち直ることができるはずだと思っていて、そのためには今おっしゃったような近現代史をちゃんと学んで、
しかも日本史と世界史をちゃんと学んで、特にドイツ国民の歴史は他山の意思としてしっかり学ぶべきだと思うんですよね。ワイマール共和国の民主主義がなぜヒトラーが生まれたのかと、そういう経緯ですね。あるいはそのロシアだってそうですよ。ロシアだって一時は民主主義が花開いたんですから、そこからあっという間にプーチンの独裁になっちゃってるわけですけど、まあ、日本もそれと同じような末をたどるのか、それともそれを踏みとどまって、この日本国憲法教育憲法の精神にもう一遍立ち返って日本を民主国家として立て直すことができるのかっていう、そういうそれこそ瀬戸際なんじゃないかと思うんですけど、そこの瀬戸際では教育が非常に大事だと思います。ただ本当に心配なのは今の若い人たちが極めて従順になっちゃってると若い先生たちが従順なんですよね。若い先生たちが従順で、これは私は組合が弱くなったってことにも一つ大きな原因があると思っているんですけど、特に日教組ですね。全教は未だに健在ですから、日教組私は自社大学の村山大学の時に日教組と文部省のは歴史的和解っていうのがあって、あの時の自民党っていうのは今一番リベラルな頃の自民党ですから、社会党と組んだんですからね。で総裁は河野洋平さんだったわけですから、そういう自民党の時に、まあ従軍役問題も解決したし、それに反発する人たちが今の政権に言ってるわけで、まあ私はちょっとね、この今の教育にもかなり危ないものがあるなと思っていて、まあ特に若い先生たちに批判精神が非常に欠けてるんじゃないかと思ってますよ。国の側は一生懸命その教育の中立性ということを言うわけですね。教育の政治的中立性ということを言ってですね、政治問題扱うなっていうんですけど、ドイツにはボイテルスバッハコンセンサスっていうのがあって、これはもう西ドイツ時代の1976年にできたもので、政治教育のガイドラインなんですけども、当事者である教師や学者が集まって作ったガイドラインですね。でこれは3つの原則からなっていて、第1の原則は圧倒の禁止の原則、望ましい教師が望ましいと思う政治的見解があったとしても、それをもって生徒を圧倒してはいけない、つまり押し付けてはいけないって言うんですよね。しかし言ってはいけないと言ってないんですよ。教師が自分の見解を述べることは許されてるんですね。しかしそれを押し付けてはいけないって言うんです。それから第2の原則っていうのは論争性の原則って言って、論争のある問題は論争があるんだってことをちゃんとそのまま生徒に伝えなさいと、まあ、日本で言えば憲法9条の改正について変えるべきだという議論も、変えるべきではないという議論もあるし、変えるべきでないという議論の中にもいろんなスペクトラムがあって、自衛隊は違憲だという意見もあるし、自衛隊は違憲じゃないという意見もあるし、変えなくても集団的自衛権も敵基地攻撃も認められるという見解すら出てきちゃってるわけですけど、で変えるべきだという議論の中にもいろんなスペクトラムがあると、だからそのいろんな意見があるんだということをちゃんと生徒に伝えなさいっていうのが、これは論争性の原則なんですね。で3番目が生徒思考の原則って言って、思考っていうのは志す向かうって書く思考ですけど、生徒自身が自分の問題として考えるように仕向けていきなさいと、まあ彼らが将来の有権者になるわけですから、高校3年生はすでに有権者ですけどね、その18歳になれば、その有権者として自分自身の考えを作るってことが大事だったっていう、こういう考え方でボイテルスバッハっていうところで、作ったコンセンサスですね。で文部科学省が言ってるのは教師は政治的中立性を守れと、自分の見解を述べるなって言ってるんですね。でなぜかっていうと、教師は生徒に対して多大な影響力を持っている、その多大な影響力があるから、その影響力によって教師が右って言ったら右ってしまう、左って言ったら左ってしまうじゃないかと、その影響力を行使してしまうと教育の中立性が保てない、こういう論理なんですよ。しかしこの論理 の最大の欠陥はどこにあるかっていうと、生徒が自分で考えないっていう自分で考えない生徒を前提しているわけですね。だから教師が右って言ったら右に行くような生徒にしちゃいけないわけなんですよね。自分で考えなさいっていうふうに仕向けていくことが大事なんで、そこがそのボイテルスバッハコンセンサスと決定的に違うところで、文科省の見解の間違ったところですよ。
だから私はこれ文科省が言ってるのは単なる通知ですから、法律とか政令とかその法令のどこを読んでもですね、教師が自分の政治的見解を授業で述べてはいけないっていうルールはどこにもないんです。だから自分の見解述べてもいいと思うんです。でそれだけども反対の意見もあるんだよっていうことをちゃんと言わなきゃいけないと。そして自分で考えなさいっていうことですね。先生の意見が絶対正しいと思うなよと。大人が言うことだったって お父さんお母さんが言うことだって先生が言うことだって総理大臣が言うことだって全部正しいってことはないんだから、自分で考えて正しいって思うことを正しいと考えなさいっていう、そういうふうにこう仕向けていくのが本来の教育だと思うんですね。だから私はその文科省が教師が影響力があるから自分の見解を述べるなっていうのは政党像が間違ってると、その政治教育とか主権者教育をするにあたって そのあるべき政党の姿を間違えてると、こんな政党じゃダメでしょって話なんですよね。だから逆に言うとその教師が自分の意見を言ってもいいけども生徒から批判されることを予定しておかなきゃいけないと思います。批判されるのを単に受け入れるんじゃなくて、むしろ批判されることをこう歓迎しなきゃいけないと思いますね。先生は辺野古の基地は建設すべきないと思っていると言ったとしてもですね、いや あの基地はやっぱり必要じゃないですかっていう、そういう生徒がいた時に、おどうして君はそう思うんだっていう、そこでその議論をすると、先生は先生でそう思うけど君は君でそう思ってるけどねと、だ先生の考えだって将来変わるかもしれないけど君の考えだって将来変わるかもしれないよねと、これからも考えて議論していこうねっていう、こういうふうにするのが本来の政治教育じゃないかと思うんですよ。でもうすいませんやめますよ、教えてもらえなきゃいけないですよ。和光中学校ってところに呼ばれてですね、私を呼んでくれる学校っていうのはそういうリベラルな私立中学校か、公立中学校の先生でもですね、校長先生で私を呼んで児童生徒の前で話をさせる人がいるんですよ。で教育委員会に対しては文部科学省の事務次官ですからって言えば通っちゃうんですよね。私の思想心情知らない人がですね文部科学省の事務次官だって言ったって人が来るんだから、まあ間違いないだろうって、間違いだらけですよ、ね、だけど私を呼ぶ私をわざわざ呼ぶ校長っていうのは私の思想心情の方を知ってるわけですから、それを知っていて呼ぶわけですよね。で、まあ、私を呼んでくれた公立学校の校長は例外なく退職の年の人だったんですね。来年は野となり山となりですね。でその和光中学校で話した時に、和光中学校ってのは本当にリベラルで、もう中学生なんだけど本当に思い思いの服装してるし、制服なんかもちろんないし、イヤリングしてる子もいるし、お化粧してる子もいるし、髪の毛は茶髪にしてる男の子なんかもいるしね、もう自由なところなんですけど、そこでこう話をしたときに、まあ要は何の話したかというと大人を信じるだって話したんですよ。それで何の話だったか、その辺野古の新しい基地についてはあんなものを作るべきじゃないというのは私の意見だという話をしたときに、それでこうフロアからいろいろ話をしてもらったときに、はい、ほとんどの子は辺野古基地反対なんですよ、あの学校ですから。辺野古基地は自分の政治的見解持ってるんですよね。辺野古基地反対という意見を持っている子が大半だったんです。ところが一人だけ辺野古基地は必要だと、アメリカの海兵隊っていうのは必要なんだと、こういうことを言う子がいてですね、それはやっぱり抑止力理論になんだけども、その中国脅威論なんだけど、中国脅威論、それからアメリカのアメリカと日本の抑止力がなきゃいけないんだと、こういう抑止力の考え方に基づいて辺野古基地は必要だって言ってるんですよね。でそれはそれで君の考えは分かったと、そういうことを考えている大人がたくさんいるという話でですね、しかし君の考えだっていつか変わるかもしれないし、僕の考えだってひょっとしたら変わらないと思うけど変わるかもしれないと。例えば LGBT についての考え方、私50代半ばで変えましたから、ね、それまでは本当に偏見持ってましたから、人間というのはいくつになってからでも進歩できるっていうのは変えられるんだと思うんですよね。だからやっぱりこう議論し続けていくことが大事なんだと、君は君で自分の意見を作っていくっていうことが大事だと、こういう話をしたんですよね。だからそういうことを学校でやってほしいんですよ。ところが上から言われたことをそのまんま信じ込んでしまうような人が先生になっちゃってる。これが非常に問題で、私がもう愕然とした話がですね、ある中学校で若手の先生がね、校長先生に、私は
選挙で投票に行ってもいいんでしょうかって聞いてるんですよね。だからその政治的中立性っていうのはそんなものじゃないんだと。別にその安保法制反対のデモに行ったっていいんだと、うん、私自身が行ったんですから、その安保法制反対のデモには。だからその公務員にその禁じられている政治的行為ってのは確かにあるんですけど、それは限定されてるわけで、選挙の時に特定の候補者を応援することはいいけども、応援を募る、それ講演会に入ってくださいというようなことを言う、そういうことは禁じられてるんですよね。それから自分でカンパすることは認められているけども、人にカンパをしてくださいと働きかける行為は禁じられてるんですよね。私はこの政治的行為の禁止自体が憲法違反だと思ってるんです。人事規則だとか地方公民法だとか書いてあるんですけども、まあ、日本の最高裁判所は憲法違反だとは言ってませんけれども、あ、憲法違反の判決はありますよね。結局そのどういう権限を持ってるかによるんですよ。だから、まあ、文部科学省の事務次官やった人はかなり強い政治的中立性が求められると。しかし現場の窓口の公務員のような人たちに対してまで同じその政策決定の力を持っている人と同じ中立性まで求めるのはおかしいじゃないかと。それでこうビラ配りした人に対して処分は違憲だっていう、そういうと、そういう判決は出てますけども、しかし公務員に対する政治的中立性っていうのはあまりにも厳しすぎると思います。だけど少なくともデモに行くとかですね、特定の候補者を応援するとか、いわんやその選挙で投票するなんて当たり前のことじゃないですか。そういうことにすらこう躊躇するような人たちが、こう学校の先生になっちゃってると、これはやばいなと思うんですよね。だから教員養成をする大学から変えなきゃいけないんだろうね。裁判官はどうですか。裁判官はどうですか。裁判官もそうですよ。裁判官もその学加計学園の幹事だった人が最高裁判所の裁判官になってますから、ね、こういうその内閣が裁判官、その最高裁判所の裁判官を選ぶというのは非常に問題ですよね。で、その下級裁判所の裁判官の人事権は最高裁判所が握ってますからね。どうしたって政治権力に弱くなってしまう。あ、もうやめます。もう。どうもありがとうございました。